スインストリーム配信してるんです。はい、では残り15秒です。15秒、はい。朝まで生ラジオ、アツコの夢は夜開く。はい、始めました。始まりました。始まりました。クーバー笑いすぎだろ。いや、だって何なのこの、何なの。いや、これはですね、綿密な打ち合わせの中で始まったんだろう。いやいや、綿密な打ち合わせって僕来てからまだ 2,3 分しか経ってないんだけど。これはですね、まさかのコミュニティラジオで朝まで放送しようという生ラジオ。生ラジオ、しかもこれがですね、2週間前に決まったという。いや、すごい行動力ですよね。本当に。ちょ、あのね、朝まで生テレビは正直聞いたことありますよ。聞いたことあります。しかも金曜日に大体やるんですよ。やります。今日だいたい13日の金曜日にやるのおかしくない。まあまあ14日の土曜日にはなってますけども。ごめん、ちょっと言ってるから進めといて。厳密な打ち合わせは何だろう。そうなんです。ホッケー、あ、ほ、なんていうの、この企画した方は、技能、あ、うん、言わない方がいいね。高安義行さんでございます。言わない方がいいね。今から何言わない方がいい、とりあえず。そうなんですね、はい。あの、僕ね、あのコミュニティラジオっていうのは、うん、もう10年ぐらい前から、はい、なんかやろうかなっていうような話してた。あの、はいはいはい、山内さんが、はい、だいぶ前にね、その話をした時に、はい、いや、僕は実はやろうと思ってたんですよって、うん、ほら、なぜなのかっていうところから話をしたよ、まずは。なるほど。コミュニティ FM っていうのは、はい、まあいろんな、放送媒体がある中でも、はい、やっぱり地域密着とか、はい、すぐ隣にあることがちゃんと話せるんだよね、うん、あの今あったこととか。なるほど。本当にそう、昨日どこどこの猫が、車に引かれて死んだよとか。いやもうちょい、冒頭だから楽しい話題です。ね、6匹子供産んだよとかね。そういうことそういうこと。そんな話ができるのが、ね、コミュニティ FM だわけ。なるほど。なのでそこでじゃあ何なのって言ったら、いや、必要な情報を必要な時に与えられるのはコミュニティ FM しかないかなと。なるほど。だから今日まずはこれを大前提というかテーマにした。もういいよ、これはこんな話しないか。なんでよ、いや今最初だけはやって。後からどうせ崩れるから最初の時だけはやってほしい。で、まあ、3分前にそれ言ってたんですよ。最初はきっちりやろ。そうきっちりやろ。あの、だからそういったことに、うん、対して、まあ、いろんな意見ももらってね、はいはい、あの今日あのここに来てくる、すごいんですよ、このギャラリーホールがウェイティングホールになってウェイティングバーになってる。めっちゃ怖い。バーになってる、はい、みんなお酒も楽しいなみだからね。そう三振も引き始めてますからね。そうで、あの、いろんな今聞いてる方々、いろんな方が来てほしい、うん、なので、な、まあ、今日あのスナックのお姉ちゃんも、お、あの本当に可愛い子からぶっ最後まで来るから。いや言わなくていいでしょ。ねえねえ、そう、あ、びっくりするよ。ラジオ向きだなっていう子もいるよ。顔見えないから。そうそうそう、声だけは可愛いね。やかましいわ。いやいや、ほんとほんと、いるから。で、そういったことも、子たちもいろんな話を聞きながらね、ブッサイクはブッサイクなりの。いいだろ、今日は。今日、いや、ね、なんかそんな意見とかさ、はい、もう聞きつつね、うん、この可能性、もう繋がらんな。とりあえずね。いや、いいよ。コミュニティラジオの可能性をね。そうと、もう一つはやっぱり宜野湾市、うん、僕ら宜野湾市民なんで、はいはい、クーバーもそうだよな、はい、そうです、宜野湾市民、ね、万引きで捕まるまでは宜野湾市民だったんだ。やめなさい。万引きで捕まってない、まだ捕まってない。まだ捕まってない。一回止めてもらったんですよ。サンシーでやろうとしたら止めてくれたんですよ。そう俺が止めたんですよ。マジな話やめてもらって。そういうマジな話ではないわ。マジではないわ。いや、マジさん、本当今マジではない。おかしいでしょ。吉本の芸人が宜野湾サンシーで万引きしようとしてしそうだから。そうでしょ。やめ
てもあの怪しい格好でサンシーに入ってきたのを俺が目撃したんだよ、ね、でそこで、サンシーの従業員にあの人おかしいから絶対やるからねって言ったのコピー用紙が欲しかったわけ。あ、分かる。それパクろうかなってしてたら、うん、ちゃんとその大崎さん聞いてますよね。今日大崎さん聞くって話。大崎社長、うん、大崎社長聞いてんの？大崎さん、大崎社長給料上げてください。はい、いよいよ犯罪者が FEC に行きます。ねまあだけどその宜野湾のその可能性、もう宜野湾の可能性も含め。宜野湾の可能性ですね。ね、うん、そういうので、じゃあこのコミュニティを使って。うん、使って、いろいろじゃあその話をしていくんですよ、今日。だけど、クーバーなんか今日なんかまとまんね、なんかちゃんとプロらしく話してる。今だけよ。これね、今だけ。実はギャラ請求してるからね。ギャラは請求してないよ。ギャラ請求するわけないです。そうですよ。俺さ30分、うんだからね、みたいな。いやいや、全然、うん、そんなことない、そうだ、今日逆に。ひどい。逆に言わせた。お尻ほら。ナイトスタジオ。とんでもないことになってるじゃないですか。で、なんで終わり目見せてるんですか。おかしいでしょ。今日ね、一つのコーナー、大事なコーナーがあって、はい、名前自己紹介して。もうやる気なくなった。あれでさっきから声出してない。皆さんこんばんは。私ミキサー担当してます。キャンと申します。キャンさん、キャンさん。キャンさん、キャンさん30歳。30歳。30歳で何なの？30歳チェリーボーイ。チェリーなのよ。チェリーボーイっぽくないね。あんなに髪茶髪にしてて。だからなんで絶対モテそう。でしょ。だから今日この番組が終わるまでにチェリー卒業させる。いやちょっと待って。終わるまでにはやばいっすよ。あの西武駅の居酒屋の2階みたいになってるんですよ。いい姉ちゃんいいよみたいな寄ってくるじゃないですよ。おかしいでしょ。多分ね今映像顔彼の顔を映してもらいたい。あ彼と、うん、彼の筆を下ろしてもいいよって言っていらっしゃったらいたら今日の朝5時までちょっとこれいいんですか。今映って映ってるね。いや結構そうでもしないとキャンはね、結構いいやつなんですよこれ。キャンさんはなんでその今までなんでそういうのがなんか付き合ったことは。マジでマジで付き合ったことは。あもうチェリー付き合ったことがないんですよ。自分から告白したことも？は振られてます。いうのはある。はい。じゃあ逆に告白されたことは？は一度あったんですけど、はい、僕が他の方に恋してて、うわ、お断りしちゃったんです。そうか。だけどね、こんな気持ちではちょっとお付き合いできませんと。いや真面目やわ。真面目だよな。ね、でも損してんだよ。彼5月の11日12日で31日になるわけよ。なるほど。ね。たじゃあ15で初体験をするとして、はい、するとして彼も人生の半分損してんだよね。なるほどなるほど。いやまあまあそういうことになりますよ。絶対そうだって。お俺空気吸うかそういうことするかどっち取るかって言ったら、うん、俺そういう空気吸うんでそれする。死ぬからね。だったら死ぬからね。もうまあそのぐらい愛らむな。死んでもいいんだ。すごいね。すごいな。そうか。いやいやだけどじゃあ今日ねそういうことになった時にははい、じゃあねそういうなんどこでですか。トイレとか。いやいやさすがにそれはここで。いやいやいやここで。いや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 今日連れてってもらうわけよ。あその人の家とか。終わったらね。なるほどなるほど。あのホテルとかだったら今日あの FM 議論の予算で、うん、あホテルだよ。領収書ちゃんと切れよ。ちゃんと切ってよ。かしこまりました。かしこまりましたじゃないよ。で、これあのかしこまりましたじゃない。ついていこう。ついていってその実況やろ。現実的にこう進めているのか、うん、遊んでるだけなのかどっちかわかんない。所詮他人の人生なのよ。あなたもいいね。現実的に。ヨシユキさんさ、本当にやろう。はい。恐ろしい。あのさ、マジでやるか。こんなのもやってんだよ、もう今このラジオ。本当にやる、まあまあね、このラジオも実現してるわけですね。そうか、そうか、なるほど、うん、有言実行で。そう、2週間前ですからね、これ決まったの。なんか、すごいな。ほら、向こう見てごらん、あのウェイティングサークル見てごらん。もうバケツに酒入れて飲んでる女の子とかさ。あれはひどい。すごいよな。なんだば、これ。えらいことなってるわ。今日さ、だから、それそういう人たちを募集して、うん、いろんな人が、うん、じゃあ、これから、この後からたくさん来るんですか。来てほしいです。はあ、あの
先月亡くなった宮川智子さんいるじゃない。いい生きてる生きてる。ちゃんと頑張ってる。ちゃんと頑張って物再生してますから。なんかいろいろあって電話で出演しますっていうことで。今日後で。ああなるほど。はい、あじゃあ吉本からまた宮川智子も出てくれると。ああよかったよかった。はい。そうなんですね。あとね吉本といえばね。はい泉かなっていう芸人がいるんだよ。いや芸人じゃないです副社長です沖縄吉本の副社長です。そうなの。はい、あれ鉄だよな。鉄の女です。鉄だよな。サッチャーです。ほんと。はいね、顔もなんかちょっとそういう僕同級生なんですよ。マジ昭和50年でうさぎ年で。お俺も一緒じゃん。だから山下さんそうなんですよ。だけどね案外あの子は M ですよ。俺もあれド S だよ。ほんとに絶対 S。あ、本当ですか。あれ、あれはね夜はね、案外 M みたいな。なんか、深爪して痛いって言って喜んでるみたいな感じだな。いや、だから M じゃないですか。ド M だな。M やさんに。M だ。自分でやりつつ、自分で、SM、両方。ただ、あの、ツイキャスも見てますよ。一人上手。シュプリームさん、あつこの、祝あつこの花、花は夜開く、はい、生放送、はい、急に花粉になってるな。大丈夫なのかな。シュプリームさん東京からです。クーバさんって。いやまあまあ分かんないでしょうね。すいませんクーバ。あ、そうそうそうクーバです。空馬って書いてあるじゃん。いや分かるからなんで言うのみたいな。あ、そういうこと、うん、ありがとうございます。結構メジャーなんだよね。全然ですよ。いやメジャーなんですか。あの NSC 東京の NSC なのよ、はい、そうなんです。彼は知ってくれてるんですよ。だから沖縄の NSC のこんなバカみたいなのがいっぱいいるでしょ、うん、いっぱいいます。バカみたいな。俺の親の顔が出てきよった今。初恋の二本バカ1号2号3号二本と松崎が。ああそうそう、ああいうバカとは違う、エリートだからね。そんなことない。あ、そうだ、初恋の二本くんはお世話になってましたよね。新本はね、あれは僕の相棒だった昔。高橋なんだよ昔、ね、いろいろあってね、ええ、うちの実家が、はい、僕ちょっとクビになった家業があってね、ええ、セコラで僕クビになったんですけどそれまで、ね、この新本が相棒だったんですよ。リアルなんだ。で、彼がね彼がまさかお笑い、まあ、あの時ね、うん、FEC っていう、ええ、はいはいはい、言いながらやってたんでね。で、今は吉本さんにいるんだけども、はいはい、お笑いっていう感じじゃなかったんだよ、全然物も喋らない、あだからそういった人可能なんていうのかな、人は見かけによらないっていう言葉だけではない、うん、向かないだろうって今でも思うもん、あれ向かない。いやそんなことないですよ。あれ伝承面白いですよ。面白いかな。読みた同じ読みた出身っていうだけで。いやいやそんなことないですよ。だって彼はね何かしらそういう星のもと思ってて、中学校の時ね誘拐されたことがあるんですよ。そうなの。誘拐されたことがある。読みたんで。読みたんで。人口少ないから。人口少ないから。お前はうちの長男だねっつって。引っ張られたね。でコンビニで買い物するじゃないですか。うん、コンビニで買い物して帰ってきて、うん、自分の車に乗ったら、うん、助手席に知らない人が乗ってるんですよ。でこいつはなんか雨の日ですよ。うん、前の車が急に演出してしまったから、うん、あ、じゃあちょっと押しがけしてあげないといけないって、うん、雨なんですよ。彼は出て行って、5発ですよ。で、押しがけして、うん、そしてかかったんですね。うん、お、かかったと思ったら、その車、挨拶もしないで、そのまま過ぎ去っていったんですよ。で、え、何も言わないのって思ってたらしくて、1週間後に、なんかラジオを聞いてたら、うん、そのラジオに投稿者が、58号線で演出した時に、誰かに助けてもらいました、みたいなことそれ僕なんですけど、ゲストで新本出てたんです、その番組こんな奇跡ありました。ない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 。あいつは持ってるやつだから。そうです、ないない、ね、外から愛されるやつですね、あの子。今だから言うけど、タンポポっていうスナックがあるの。タンポポっていうスナック。そこに、僕配達してたの、酒屋だったんで。はい、配達で、新本僕の相棒だった、でタンポポに配達あ集金かな、行こうとした時に、タンポポの前で酔っ払いが2人、はい、タンポポのっていうスナックのドアガン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 叩いてるわけよ。でパッて見たらやっぱもう本当にあこの人ちょっとおかしいな、ベロンベロンの酔っ払いで、はい、2人男2人で、あ開けろって言ってる、開けない、うん、要するに、まあ、暴れるから、ね、なるほどなるほどなるほど。でそこをまあ降りてって、お兄さん何してんのって、お前関係ないよと、なるほど、これはダメだろうって言って、いやいやダメ、関係ない、お前関係ないから引っ込んでると、いや引っ込むわけねえから、でいうことでわーってやってると、俺腕を捕まえて止めたら彼が殴ってきたわけ、なるほど、おおおお、やっぱ男気あるからね。そうそうそう、そしたらさ、
そしたらわーってやって、この、僕は新本と2人じゃない、あそこも2人じゃない、で、2対2だったら、そうそう、勝てるじゃない、酔っ払ってるし、また1人が殴ってきて、俺これでやってたら、うん、もう1人も俺のケツをバーン蹴ったわけよ、バーンと思って、2人相手にしてたら、新本って言ったら、新本見てるわけよ、ああって言って、やっと動き始めたわけよ。おいやいや、俺2対1だったんだけど、ああって言って、新本、あ、分かりましたみたいな、やっとかいって思ったんだよ。思ったら俺を止めたんだよ。俺後ろからあれに羽交い締めされて殴られたからな。最高、新本。それあいつ呼ぼうかな、今日呼びましょう、あいつ、ね、うん、ちょっと連絡する、呼びましょう、マジで、レイジョン面白い、ね、ツイキャスどんどん来てます、みやさんも、ちょっとツイキャスちょっと読みましょう、こんばんは、みやさんがめっちゃにぎやかーって、あー、そうですよ、ね、グルメさん、リスラジつけたらサイマルもやってるし、やってますよ、リスラジも聞いてくださいね、はい、お願いします。タイゴさんが三振と指笛聞こえるって、外の音も聞こえてます、外も聞こえる、外も盛り上がってます、さっきの放送から聞こえてます、あー、やっぱそうなんですよ、アマオトレイニーさん、なんだこの放送は。素晴らしい、うん、一番まともな人が、その通り、なるほど、まともでしょう、あげたいですね、素晴らしい。宮城さん、うん、あ、宮城さん、はい、こんばんは、真夜中に FM 機能は賑やかですね。そうですよね、こんなのもあるんだ、ありがたいですよ。ミスター近所限定でって何？どういうことですか？あ、ミスター近所、はい、あのホテルのことだと思いますね。みんなわかるんですね。そうですね。会長のマイクパフが巨人カラーだ。そうなのよ。間違えましたね。本当に、あ、俺青星。あ、本当ね。本当そうですね。一服不動さん、コインたくさんありがとうございます。ありがとうございます。すいません。新本さん渾身の15番目の男さん。15番目の男さん、そうなんですね。新本はそうですね。でもいっぱい来てますね。一服不動さん、皆さんシラフですか？シラフ。シラフ。あの、いや、クーバー今。シラフじゃないですよ。いやいや、おかしいでしょ。一番僕がシラフですよ。お酒飲んでないですよ。僕お酒飲めないですもん。シラフでこんな髪型でこれね、うん、普通歩いてこれね。いや、あのね、ちょっと待って。ちょっと、シラフでこんな髪型出て。北中とか行くと、青のりが干されてるのよ。そんな感じだよな。海岸でね。うん、海岸でね。そうそうそう。いや、確かにそれはありますよ。なんか、博士太郎さんの…になろうとしてるのかとか。で、クバ、はい、クバが来たっていうことは悲しいよ、俺の一服堂さん、髪型関係なくない？本当にありがとうございます、一服堂さん。クバ、本当にそう、言いたい言いたい。クバ、あと1週間後なんかあるんだろう。そう、いやいや、ありますよ。あと1週間後、そうなんです、いよいよ吉本が第10回沖縄国際映画祭うりやります。うり、10回これで、第5回の時に第6回あるのかなと思ったの。そう、うわ、すごい。そうそうそう、いや、本当にそうですよね。本当、そう、そしたらまた10回までは全然やるよって言ってくれて、実現させて、素晴らしい、はい、させていただいてるので。吉本大変だね。なんかさ、大赤字だよ、多分。本当に、毎回だよ。なんで今回また結構お金使ってるね、すごいですよね。いや、でね、なんかもっと沖縄の人に利用してもらいたいんですけどね。ね、はい、なんかうまい具合に ね、まだまだ沖縄の、なんていうのかな、民は、うん、何俺上から沖縄の皆さんはね、皆さんは民は、うん、この利用の仕方と楽しみ方っていうのは、うん、まだ照れくさい部分があるんだよ。いいこと言ってくれた。まだ分かってないですね。みんな拳で、とか、おーってかやるの、まだためらってるんだよね、うん、なるほど、ためらってる部分があるから。安室ちゃん見てみや。何でさ、10いくつで自分から、はい、ステージに上がろうっていう思いをさ、はい、ごめんね、酔っ払ってる。いいですね。ああいう気持ちをみんな求め、県民。なるほど、県民も、なるほどね、チャレンジ精神というか、県民、あ、これか、もう議論市民だけでいいよ。いや、なんか議論市民はみんながまずはね、拳を握りしめて、ね、なるほど、なんかウェーイってなんか、ぜひ楽しんでいただきたい。楽しそう。でね、クーバーは知らないと思うけど、はい、実はその日、9月、あ、違う、9月じゃないわ、4月の4月の21日、4月の21日土曜日、海開きがあって、この海開きでも、はい、沖縄国際映画祭、はい、関連イベントすんね。ああ、ありがとうございます。で、やった、MC、はい、
MC にロバート秋山さん、はい来ました。で、山本さん、はい、でハイキングウォーキングさん、はいはいはい、で頑張れるーや、はい、今ね、で、浜子、あ浜子じゃ、天子インター、天子インター、天子インター、浜子はもうめちゃくちゃ古いです。で佐久間一行さん、はいはい、であと2組ぐらいこれから決まるっていうけど、はい、で、まあ、大谷あゆみ、はいはい、議論芸人、ええ、で空場もっていう話があったんだけど、丁重のお断りしたんだよ。なんで正解だと思います。正解じゃないでしょ。いや空場は、はい、もう空場さんですってメインでガーって出る、なんかそんなのが、そうそう、だから今回あるだろ、琉球花園祭のメイン MC 外されただろ。だけどなんかおいでって言われてるので、うん、ひょっとしたら飛び入りで出るかもしれないですよ。 あるかもしれない、はい、去年さ、ここだけの話だけど、去年クーバーもわからないと思うけど、はい、開演祭実行委員長が話をしてる時、この人何喋ってんのみたいな、このちゃ いたずらしたら覚えてるか。覚えてます。あ、僕松屋会長でしょ、注意言うんですよ。そう松屋会長、めっちゃ怒ってた。松屋秀夫、やっぱそうなのね。言い方がね、あのなーって。似てる。あの人に突っ込むすごいね。そうなんですかね。僕はなんか いつもちょこちょこっと突っ込みしてるんですけど。めっちゃ面白かったですけどね。そろそろなんか外の人が、ねえ、ケイショ、ケイショ、ケイショ、これね、ピッピ、この外ね、うるさすぎて聞こえてないんですよ。聞こえないのか。外の方々も、ね、今からこっちにゲストに来るの？うん、そうそうそう、恐ろしいですね。ピッピのケイショ呼んで。この方々を呼んで大丈夫なんですか？12時からスタートしましたこの番組ね、うん、はい、コミュニティラジオの可能性をテーマに朝まで語る生放送特別番組となっております。ラジオが大好きなあなた、はい、ラジオ関係の方、はい、ラジオを盛り上げたい方、はい、こんなラジオがあったらいいなとこうね、夢を持っている方いらっしゃったら、ぜひ FM ギノワンまでメッセージもお待ちしております。はい、ぜひ、はい、まあ、近い人は遊びに来てもらっても全然ウェルカムです。何時までするのかなって。4時でした、4時半、新聞配達が始まるのが4時過ぎぐらいで、ね、いやだから、いや、はい、そのぐらい、新聞配達が始まったらみんな新聞配達いんなの、ね、なんで4時になったら3355なるの。はい、ではメールアドレスは797@fmginowan.com、数字の797@fmginowan.com です。はい、ツイキャスもね、もういっぱい来てますけども、はい、たくさんお待ちしております。 FM ギノワンのホームページから見ることができます。はい、はい、ありがとうございます。コミュニティラジオの可能性についてみんなでトークしていきましょう、はい、ぜひ一緒にラジオを朝まで盛り上げてください。よろしくお願いいたします。ちゃんとしてる、ね、素晴らしいですね。 いつものピーコと違う。いや、ピーコって言うな。ピーコって言うな。15番目の男さんから、会長怒らせてメイン降ろされたんだ、聞いたら終わりそう。いや違うんですよ、安定のゆきさん、放送事故は水際で防げそうですねって。いやいや、近かったら行ったのにメール送りましたよって言って、こう結構来んな、ね、でね、今新しく座ってあの肩幅が狭い男、はい、肩幅が狭いから顔が大きく見えるんだよね。よろしくお願いします。自己紹介、はい、はい、営業所もね、はい、宜野湾市の、宜野湾の沖国大の近くで、はい、コルネとサンドのお店って言って、なんかコルネのお菓子なんですけど、ね、はい、そのお店をやってます、宮国です。宮国さん、ピッピって言え。ピッピ、ピッピさんです。よろしくお願いします。こんなイケメンの方が、ね、か、カレー、食ったことない？今と、今持ってくるから。いやいや、今は無理です。ちょっと飲酒運転になるけどいいですか？ダメダメダメ、絶対ダメ、絶対ダメ。生コルネ、はい、生コルネ、はい、サクサクした中に、はいはい、いろんな、いろんなフレーバーの、そうです、沖縄県のこのフレーバーをいろいろ使って、バナナとかチョコとか、はい、いろんな、ま、とにかく美味しい、お土産に最適、最適、はい、なぜ今持ってこない。なぜ準備しない。いやそんな気軽においでって言われてるからね。あ、15番目の男さん、僕こっち通りながら呼ばれたので、そうそうそう、金太子の近く、わかるんだ、そうそう、金太子の裏、そう、いやいや、金太子から、はい、沖国大向けに歩いていくと、はい、左側に、うん、ピッピっていうオレンジ色の看板があるんでね。そうなんです、うん、そこちっちゃいお店ですけど。金太子から歩いてどれぐらいですか？だいたい1キロないな、ないな、500メーターぐらいですね。
シペリウム菌黙る。ぜひよろしくお願いします。いくらぐらいですか、1個コロネ。1個190円。お、安いんじゃない？安いってお前、はい、大きさも分かるんだ。こんなもんで、この。死にちっちゃい、死にちっちゃい。でも、巻貝みたいになってる。そうそう、巻貝みたいな。いや、そうそう、形ですよ。あのね、結構大きい。こんな感じ？あの、クーバのぐらい。ちょっと待って。そう、ラジオの方に分かるように。クーバのぐらいの大きさがあります。あ、でも、一味唐辛子ぐらいですかね。一本食べたら、あ、そうそう、一味唐辛子ぐらいのあの瓶があるじゃないですか、ちっちゃいの。はいはいはい、あれぐらいの大きさで、一、ええ、本食べたらちょうど、ま、満足するぐらいの大きさ。うん、です。一味唐辛子ぐらいの大きさで一本食べたら満足する。満足します、満足します。もうさっきの例えで食べづらくなったよね。先生みたいな。いいよいいよ。挨拶させていいですか。あのね、はい。放送中ライオンの檻に一般の方が放り込まれたのねってシュプリームさん書いてるけど逆じゃないですかね。FM 小田ではよく見かける方ですけど。どうぞ。あ、ぜひぜひこちらに。何ですか？今これは入ってるんですか？あ、入ってますよ。皆さんこんばんは。FM 小田のスタッフしてます池城めぐみと言います。よろしくお願いします。すいません、ちょっと急に乱入みたいな。めぐみは男性経験ありか？いや、うるさいな。ありか？いやいや、まあ名前がめぐみだから恵まれてるし。あ、もう全然面白くないから両手で数えられない。おかげさまで恵まれてる。ありがとうございます。なんか周りにいないあのお母さんの友達の未亡人で、キャン君と、うん、未亡人限定ですか？そうそうそう、あのお母さんの友達とかでいいけどな。今日オペやってるキャンさんが作業さんで、はい、あの今までそういう経験がないくて、あ、なるほど。それで今番組で募集してるんですよ。あ、さっき吉木さんが言ってた。いや今日中に筆下ろしする。おめでとうございます。今日中に、それはぜひとも今日中はさすがに頑張っていただきたいじゃん。立ち会いたいですね。その会いたいって、その現場に。これ本当の話？いや、一応はい。あ、キャンもっと言わないと。はい、怖いわ。あの、やりたいって言え。だいぶ送ってますね。正確にはですね、学生時代、部活にだけ勤しみまして。なるほど。そういうことよね。はい。で、まあ、俺はいいやと思って、過ごしてたら本当にできなくなったって。なるほど。あ、その欲がないじゃなくて。じゃないですね。欲はあります。欲はあります。で、ちょっとタイミングが、はい。ちょっと刺すところがなかった。刺すところコンセントみたいに言うな。コンセントみたいに言うな、それは。はい、怖いよ、それは。じゃあ今、差し込みをさっき聞いてよ。いいね、面白い。差し込みを探してる。いやいや、じっくり延長コードも探今、延長コードが吉行さんなんですね。あ、そうですね。なるほど。コード利用を今、お借りしてる形ですね。延長コードになったの。差し込みがなかったって、お前、ケイショお前、何人差し殺してるかじゃん。あ、いやいや、俺の話してる。お前、相当遊んでるな。遊んでないです。あ、そうなんですか。真面目です。本当ですか。はい。ね、向こうにいる人たちの結構遊んでる時って実名出してんのかな。いやいや、ダメでしょ。出さないと。いやいや、せめてスタジオにいる時に言ってください。いない時に言ったらダメです。本物になってしまいます。それあれですよ、久保さん、吉行さんにちょっとでも何かバレたら、はい、一生引っ張られるっていう。本当に最低な人ですね。いや、僕は言えないですけど、最高な人なんですよ。最高な人なんですけど。いや、あのね、秘密を秘密とするんじゃなくて、これみんな共有しようよ。秘密の共有しようよ。そうなんですよ、全部共有するんですよ。ねえ、全部海が出るんじゃない。あれ、夫婦とか、秘密とか持っちゃダメじゃない。なるほど。ねえ、夫婦、俺がもう神さんともう25年、30年なのかな。あ、長い。30年なんで、やがて最近愛妻家っていう。最近あ、すいません。あ、ごめんなさい、本当にごめんなさい。なんか最近間違えました。面白い。失礼しました。これデージ面白いですね。すいません。いや、素敵なコメントです。いや、もう明日からもクーバさんはもうデージなんです。いやいや、大丈夫。議論あるけない。そんなに結論のちっちゃくない。やばい、お店移転する。大丈夫、心配しない。俺も移転する。心配じゃない、心配じゃない。でも、ね、今日さっきいるあそこで言った高さと検索とかさ、ああいうのも、あれの秘密とかも最近、高里健作ってタイヤランド沖縄の社長、最近離婚したんだ。言っちゃう。最近離婚した。大丈夫。しかも、ガッツポーズしてましたね。そうそう。
あ、ごめんなさい、また言っちゃった。やめなさい。ま、およしなさい。いや、本当に移転する。家族がいるんですから。俺はでも、あの、嫁さんの味方だな。わあ、す、あ、なるほど。あれは、あの、こいつが悪い。なるほど、なるほど。そうですね。そうですね。そうそう。大概男が悪いですから。そうそうそう。ね。あの、パンク修理とかやってるのよ。まあ、それだけじゃなくて、いろいろ、障害者に向けた、の、仕様の車を作ったり、ラジオ、あのテレビラジオとかも、もうバン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 、そうですね、県内で初めて、そうそうそう、ですね、ただね、性格が悪い、うん、パンク修理が主な仕事なんで、はい、結構イベントに行くと、はい、アイスピック持って立ってる、そうなんですよ、暇になったらアイスピック仕事を作るんですね、仕事を作る、いやいや、いい姿勢ですよ、で自分でパンクさせておいて、ワイパーの間に、パンクで困ったら当店へみたいな。あ、来た、パンク、パンク社長、パンク社長、15番目の男さん、流れ玉番内本当よね、番内当たってる、なるほど、沖縄一情報早い番組、ケンソ君、ケンソ君、お前、これ、こうやってマイク持って、はい、今来ました、タイヤランド沖縄の社長、高里健作さん、聞こえない、離婚して高里じゃなくなったんだった、なんだっけ、うん、彦迫、あ、じゃあ、なに、いいですよ、お前離婚したじゃん、これ聞こえないって、離婚したよな、離婚して高里健作から何変わったんだった、僕ですか、はいはい、あ、お前は変わらんか、高里健作、おかしいでしょ、向こう入りしてるわけじゃないんだから、そうだよね、あの、こ、あの、前の奥さん、前の奥さんは、はい、あの、彼が嫌いになって別れたわけじゃないんだよ、お、いろいろ、やっぱ大人の事情で、うん、そうそうそう、彼、彼女は彼よりロボットを選んだ。ちょっと待って。本当です本当です。いや本当です本当ですですよ。いや原作さんもなんかちょっとあの反論してくださいよ。いやいやマイク持ってくださいだから。いや今あの発言したらダメな状態なんで。そんなことないでしょ。ロボットを選んだってどういうこと？新聞に載ってたもん。新聞本当に。あの、あのほらなんかこうやっていらっしゃいませなんとかなんとかっていうロボットなんだっけあれ。え、なんすか、なんだっけ、ケンさん、ケンさん、なんだっけ、あの、あれ iPod、 iPod じゃない、なんか、ほら、お話しする、あ、いろんなとこに寿司屋の、あの、受付、そう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 、あのロボットなんだっけ、白いやつ、そうそう、白いやつ、名前忘れたな、奥さんは、彼を捨ててロボットを導入した、いや、だから、ちょっと待って、10代か言った、10代10代1000万ツイキャスから答え来てますよ、ペッパーくん、そうそう、ペッパーくん、あ、ペッパーくんね、はい、ペッパーくん嘘つかんからな、いやいや、怖い、ペッパーくん嘘つかん、でも昔、あ、昔はあだ名ペッパーだったね、なんかね、大山ペッパー、大山ペッパー、大山ペッパー、クーバもいるし、はい、宮国もいるから、あれなんだけど、宮国も前、つい最近までラジオずっとやってたの、何年やってたっけ、いや、12ヶ月ぐらいですかね、いや、1年でいいじゃないですか、うん、です、いやいや、何年やってたんですよ、いや、結構やってましたね10… え週1回ので、はい、2来、FM2 来の FM2 来でやってたんだよね、で、金曜日の夜10時から11時で、はい、ちょうどこの時間誰も聞かないんですよタクシーの運転手か受験生かっていう、あ、いや、いいじゃないですか、でも、で聞いてるじゃないですか、で、それを、中傷したために一切誰も聞かなかったなんで中傷するのなんで、なんで傷つけるようなこと言うの、あ、一人相棒げる先輩が、はい、もうひどいんですよ、前森な、前森和夫、前森和夫前森和夫ってあの一歩多再生の一歩って書く、いや、言い方よ一応夫でいいじゃないですか、いや冗談ですけど、朝まで生ラジオ、あつこの夢は夜開くお送りしておりますが、ここでメールが届いておりますのでご紹介します、はい、親愛なる高安会長、宜野湾のアイドルピーコ、はい、愛され親父の山内さん、はい、&モアの皆様、はい、こんばんは、東京よりシュプリームです、わ、シュプリームさん、アツコの知らない世界、そして高安会長のファンとしては何としてもスタジオに乱入したく、木曜の放送後必死に那覇行きのチケットを探したのですが、はい、スケジュールに合うそこそこのチケットがなく、残念ながら今回の特番は USJ、うん、京都に遊びに行って嫁もおらず静まり返った部屋で一人寂しくツイキャスで参加させていただいてます、うわ、それも嬉しい、ありがとうございます、はい、そして今日の特番に合わせたのかと言いたくなるタイミングで、なんて読むんですか、伊能さん、伊能、はい、伊能、あ、伊能がバッチリ
DeNA ね抑えて中日戦に勝利し、はい、DeNA ベイスターズが6連勝で単独首位に立つという奇跡。いや必然に鳥肌とパンツの中が立ちまくっています。なんでやで。シュプリームさんこの時間帯行くね。行くね。先週の放送後の会長のように、俊太郎状態ではどうなるかと思いましたが、今夜は酒が絶対にうまいはずです。なるほど。ただしメイン MC の会長がハメを外しすぎて強制退去とならないようピーコをしっかり会長のお世話してください。ピーコいないんですよ。いないですね。ねなんかこれから来るって言ったんですけど。あそうなんですか、はい、ではでは特番が正解となりますことを記念しつつ楽しく視聴させていただきます。追伸、はい、全く面白みもない中年ですが機会があればぜひお電話お待ちしております。あ電話番号書いてくれてます。あぜひ後で電話したいですね。うわ素敵、ありがとうございます。ありがとうございます。この番組生電話出演もね募集してるんですよね。はい、はい、でねあのちょうど、まあ、さっきの話の続きなんだけど、はい、コミュニティ FM って、うん、なぜ今全国的に今あるか、まあもちろん慶章知ってると思う、空間知ってるんだけども慶章どうだ、なんでだと思う。あの災害。そう、うん、そう、うん、そうなのよ。いやいや当たってるさ。もうちょっともうちょっと、はい、身近なね。ちょうど 3.11 の頃に、実はあの検索も一緒にコミュニティ FM 立ち上げようかって話したんだよね。だいぶ前なんだよ。FM ギノワ。そうそう。FM ギノワをなんかっこいい名前でねいろいろ。会社まで作る。そうそう。作った作ったってこと。潰したんで。でそこで、じゃあなんぜっていう時に。3.11 とかっていう時にじゃあ、津波が来ました、うん、宜野湾市だったらじゃあ伊佐って、うん、海抜1メートルのところから、はいはい、そこに来ました、うん、大変です、どこどこ逃げてください、うん、渋滞してます、いやここ迂回してくださいっていうのを、うん、じゃあ、全島レベルのラジオができるかってできないんだよ。絶対できない、できない、はい、それができるのはやっぱりコミュニティなんだよね。だそういったところから、じゃあ作りましょうっていう国の主導でできていったのが、コミュニティラジオ。もともとちっちゃいラジオ局っていっぱいあったんだけど、はい、その災害をきっかけにやっていった。だから我々は災害はない方がいいんだけども、災害に備えてこのコミュニティ FM っていうものを広げていく、うん、楽しい、もう楽しいから聞いてくれ聞いてくれ聞いてくれって24時間、本当はね24時間ずっと流してて、眠ってる時でも音楽が流れてたり緊急に放送が流れたり、でそこをとにかくテレビって消してしまったら終わりだけど、ラジオはスイッチをずっと入れといて、全然入れといて、で例えばじゃあこのトーンで、僕話してるじゃない、はい、ずっと話してるんだけども、いきなり大きな声で、今再開ですとかガって言えば、音量なんて僕のボイスのあれで変わるわけじゃない、はあ、変わるわけじゃない、だから普通に聞いててもこちらの例えば音楽でもガーンって開けて、もうスピーカーが割れるぐらいワッて出して、たとえ割れたとしても、たとえうるさいって言われたとしても、そこで人が伝わる、人に伝わるとかさ、夜中でも寝てても何してても、外が嵐でうるさくてもボリュームっていうのはここで上げられるわけよ。だそんなことでいろんな危険っていうのを知らせることができる、だからコミュニティ FM っていうのを我々は楽しいんですよと、だから皆さん聞いてください、なるほど、楽しいですよって、得しますよ、この、はあ、どこどこのスーパー行くと安いよっていうのをどんどんどん、これまた見てごらん、美味しそうなレシピ、うちのね、この番組についてるスポンサー珍しいでしょ、この番組にスポンサーがつくんだから春菜創作工房中村っていうはいお店の今オーナーが、あのオーナーね、あの見た目は悪いんだけど言い方見た目悪いの、見た目と性格は悪いんだけど、いやいや全部悪いさ、じゃあ全部悪い、じゃあどこいいので、あれもあれも離婚して、最近離婚して、いろんな人が外からもう離婚して、沖縄の離婚に避けてるの、昨日の人じゃないの、離婚してあのマンション一つあげて、マンション、あすごいね、すごいよ、決めとして男気だろ、けじめとしてね、男気だろ、かっこいいですね、ああお金で何でも解決できるんだ、そうそう、あ世の中金だって、めっちゃ素敵なこと言った、金で命か、ね、命かえるからね、あいや、やっぱそうなんですか、そうだよそうだよ、だって命かえるだから、そんなこんなで、僕そろそろバトンタッチするわトイレ来たね
ご飯が来たからすぐバトンタッチするのやめてもらっていいですか。メインの人が。じゃあね、うん、山内いる？いない？山内さん、山内さん。二人出てったらダメじゃん。そうよ。うん、いや僕ももうそろそろ追い止まさせていただきますよ。はい、クーバーには。はい。ギャラ払ってんのに、いやいや、おいとまするとかさ。違う違う違う、ギャラ払ってないしよ。逆に僕1000円払ってるんですから。なんで何をおっしゃいますやろ、もう1000円、はい。でも、クーバー結構、沖縄吉本の中では結構取ってる方で、そうっすね、70ぐらい取ってるね。あんなに取ってないですよ、月70万あったら最高じゃないですか。そんなのないこいつ結構、すいません、いくらも戻ってたんだよ。山内さん、一応、一旦そのね、高橋会長、はい、いやいや、真面目な話もう終わりまして、あ、終わって、はい、一、はい、回ちょっと何名かまたこっち出させようかと、うん、はい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 、高橋会長も一回はちょっと抜けようかなということ で、 あ、そうですね、じゃあですね、電話準備しておきます。モーミーさんっていう人と、はい、何さん、エコザイルさん、はい、が歌歌いたいって。素敵、それ行きましょう。いいね、それ行きましょう。でも別にいい、いやいや山内さんがそれ言ったらあかんなあ。僕もいやいやいや、ダメや、違う違う、今ちょうどいいんです。僕も今ね、ちょうど外出ますからそうですよ、もういや、ははじゃないでしょ。明日も早い5時からっつってんのに呼ばれて、いやからチアリってね、いや、もうすごい近いと思って本当に、あのさ、一番やからチアリ、そうでしょ、うん、だいたい僕これで歩いてますよ。マジでそれで止められる。びっくりした。あー、まゆさん来た。はい、じゃあ、うん、いいよ、いいですか、うん、いい、本当ね、ごめんね、まゆさん来たからいいや。こんばんは、よろしくお願いいたします。じゃあ、はい、あとも、あのお任せしますんで。あ、オッケーです、ありがとうございます。素敵、可愛いですね。任せてください、お願いいたします。あ、クマさんもいい、もうちょい殴り惜しく言いなさい、痛くなるでしょ。キャスさん頑張ってください、ね、はい、ありがとうございます。クマさんまたいるでしょ。ちょっと、いいですね、キャスさん久しぶりです。お久しぶりです、お久しぶりです。どこにいるの、どこに住んでる。野田家1の23の10。あ、待ってください、中本アパートの202号室、普天間中学校区担当です。何の話ですか。地域の相談員です。本当ですか。あ、そう、よろしくお願いいたします。お願いします。あ、いやいや、大切だな。ほらほら、いいよいいよ。なんて、モーミー投入よ。あとはよろしくお願いします。モーミー来たよ、ほら。ありがとうございます。お疲れ様です。キャンさん、頑張ってください。はい、ありがとうございます。マイさん、こっち座って。ね、マイさん、こっち。はいはい、モーミーさんとエコさんが歌うから。モーミーさんと…え、早く。キャン、喋って。はい、ですね、山内さん、はい、この番組は、はい、キャンが喋るの、この番組は朝の4時まで続くという。そうです、そうです、4時まで。私は頑張って4時まで起きます。はい、自己紹介してください。あ、自己紹介します。宜野湾市で仕事をしてます、舞です、よろしくお願いします。お願いいたします。4時半から毎週水曜日チュイシージタイム行ってますので、皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ぜひ聴いてください。さあ、そしてこのパートは、生歌パートということで、はい、ということで、はい、何をやるんですかね、生歌で。たっかいむっかいしたい。たっかいむっかいしないで。大丈夫さ、大丈夫、待って待ってよ、後で料金請求します。あ、又吉会長も待ってよ。又吉会長、又吉会長も、だ、自己紹介、自己紹介が先だそうです。じゃあ、モーミーさんから。モーミーさん、はい。はい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 、はい、あのさ、ちゃんと喋りましょう。ウルマシカネカダンから来ました。お、ウルマシカネカダン、うん。はい、カネカダンってもうすごいところですよ、もう。とってももう。とってもすごい。何もないところです。何がすごい。ヌーネンバーよ。ヌーもネーナンバーか、うん、ネンバーよ、あずくと、これで、はい、ゆたしくお願いします。はい、ゆたしくです。毎週水曜日喋ってます。そうです、夜9時、はい、夜9時、フリームーンラジオ、皆さん、うん、ぜひよろしくお願いします。ゆたしくお願いします。してからに、してからに、はい、もう一人、毎週同じく、同じく、はい、毎週水曜日フリームーンラジオで、ラジオでミキサーやりながら、ハゲチャビみたいな、あの危ないパーソナリティをえぐって遊んでます、はい、えぐって遊んでる、その名も、はい、エコザイルです。エコザイルさん、エコザイル、彼女募集中、絶賛募集中です。はい、よろしくお願いします。してからに1曲、はい、1曲やるの、やっちゃうの、やるの、ハゲ、はい、こう、あ、すんの、はい、やろう、あーはー、じゃあはい、曲振りやらないと。じゃあエコさんの生歌、はい、生歌聞いてください。あ、俺は歌わんよ。だ、はいはい、朝ドヤヨンタの替え歌で、足ドヤさやヨンタやるの、よし、うん、はい、ステイヤー、それでは、どうぞ、寄っても、うん、寄っても間違っても知らんよ、うん、
質問はやばない。いいと思う。どちらでしたね。スイ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 。はい、さあ君は脂肪で塩味はタンパクよさあゆいゆい吉原帰りはタンパク取らなけねまた葉っぱてまた麺それスイ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 ささはいやさっさはいやいやさっさ長いけどはいはい、はい、さあ道具のちょらさや息がるしるしさあゆいよい天井をふぎるかパンを切りなさいしちゃんふきてまためんそれすいすいはいやはいやいやささすいすいごめんはいはいはいまだやっとほしい酔っ払ってるねごめんなさい自分からも一曲いく、うん、後でああじゃあ調子合わせてるからあまじしあまじなんだよ違う待ってよ今日のこのテーマははいそうですテーマがありますあもちろんキャンがおナルトラさんキャンがチェリー卒業をしたいというあじゃあちょっと待ってください持ってこえる曲があるのでちょっとさっきと別ってことですかちょっと今チンダミするねチンダミしてテーマは確かコミュニティラジオの可能性じゃなかったですさっき31になります来月で31です 31歳でチェリーをどうするかっていうキャンさん同級生ですそうです31歳です31歳チェリー素敵だと思いますありがとうございますけね、何をですかチェリーとチェリーチェリーボーイチェリーボーイ私が助けて大丈夫ですか大丈夫よあのじゃあね都に都にあのすごい教訓があるんですよなんてなんてあのはいごめん都の教訓家ではい内容はね女に溺れすぎたらダメよっていう教訓家があるんですじゃあちょっと待って一旦チェリーボーイさ、うん、ハマったら絶対溺れるから溺れるね抑えなさいっていう曲があるんいい曲があるんですよハマる前にねこれやる祝淡々とやってやるの祝淡々とやって祝淡でじゃあ10番ぐらいまであるけど3番ぐらいで抑えようねそうですね、はいはい、3番ぐらいで歌えるかな酔っ払ったら歌だけになるから三振じゃなくて、はい、ごめんなさいね皆さんそれもよろしくお願いしますボーイさんどうにかしてだからどうにかしてよもうどうにかしてエコザイル、はい、みんな歌聞いてまあさあっちで飲んでるもんさあなりやまやなりてのさんのライブが漏れなく聴けるチャリティーイベントがあります4月27日金曜日7時からライブハウスモッツでやります出演者に、マリアさん JPC レインボーカマーさん
ナンノーマイケルさん、あゆなさん、MC モーミー、ユーサバチャー、エコザイルさんももちろん出ます。でマリシスさんも出ます。その他いろんな方が出ますので、こちらは貧困家庭子ども支援プロジェクトのためのバラエティのチャリティーライブとなっております。皆さんぜひ、4月27日金曜日7時頃からライブハウスモッツチャタンの方にありますので、ぜひ参加の方よろしくお願いします。で入場の方は前売りが2000円になってます。当日はプラス500円の2500円になってますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、はい、また裁判の放送もやってます。リスンラジオで FM ギノワン選んで聞いてください。パソコンお聞きの方は FM ギノワンホームページの再生ボタンがあります。ところがどっか無料アプリリスンラジオで聞いてください。終わり。全国。あ、あれ ？BGM だよ。BGM でかいよ。あ、BGM でかい？いやもうモミが話す時点で力のきた。もう終わった方がいいはず。嘘。ちゃんと話しようよ。本当にエコさんの歌をもっと聞きたい方は本当に4月27日に来た方がいいと思います。はい、チャリティーイベント。その月にはちゃんと寄ってないんで、ちゃんとした宮古民謡もちょっと交えながら、そうですね、やろうかな。エコさん彼女募集して、募集してるけど、はい、自分ちょっと山賃の次の次ぐらいに変態なんではい、ん、基準が山内さんなんですか。山内を基準、山内基準にしての2つ下落ちたぐらい変態なんで、それちょっと株が下がるかもしれないです。足やぐらい一番基準でいるや。それを経営するぐらいの子じゃないとダメなわけよ。レベル高いよ。ラベル高いよ。首都からエコザイルです。ストーカーはモミーです。モミーバラすよ。え、全部バラすよ。お前のストーカーバラすよ。ツイキャスいっぱい来てるんですけど、なあ、はい、皆さん読みますか、ね、読みますか。でも、はい、ちょっとこっから字がちょっと見えなくて、キャンガじゃ読もう、キャンガ、はい、ツイキャス、はい、はい、ここでですね、一服堂さんから山ちゃん最強ということで、最強、ありがとうございます。はい、ホイティさんからも、エコの歌はもうお腹いっぱい。ありがとうございます。ホイティさん、ホイティさん来たら何のことなの。いやいや、じゅんちゃん、まっちょんどうや。みやさんも来てますね。はい、一緒に頑張りましょうって来てます。シュプリームさん10分以上コメントなかったら焦点ということで、あれですね、チェイキャスの皆さんも持久戦ですね、今日は。みなさん飲みながらやりましょう、ね、そうですよ、もう皆さん乾杯しながらです。乾杯しながら。俺も居残り組、居残り組ですかね。一緒に居残りしましょう。オッケー、いいよ。はい、4時半まで。居残りしかない。あっちで弾いてるはず。居残りしかない。外で弾いてるよ。最後、最後、最後ですよ。お蕎麦食べに行きましょう。蕎麦、蕎麦。4時からさ、満開。普天間にある双子っていう食堂があるの。あ、双子だ。双子。双子作るっけ。違う違う、ちゃうねん、ちゃうねん。はい、すごい。27日チャリティーライブ協会、盛り上がりますようにってことでコメント来てますよ。あー、大丈夫、また盛り上げるさ。あ、朝まで頑張ってくださいってことと、チェポンさんはモーミーさんすべてをさらけ出してっていうことになってますね。すごい、まあまあ、さらけ出してて、これ以上は今日よ、前の前でさらけ出そう、ちょっとピーなるからやめようね。まあ、見るかどうかは別です、私。そうです。はい、メンタマーキーとか、メンタマーキーってちょっと眠くなったら下がるんですけど、なおさんだってことで、上等さん、なおさん、はい、あと補足いいですか。さっきのこのライブの補足で、はい、中学生以下は入場無料。あ、そうなんですね、うん、これは入場券ということで取って、まあモッツさんなんでワンドリンクベッドなんですけど、はい、あ、そうなんですね。で、ただ中学生以下は無料、無料、あ、なるほど、で入れるということなので、はい、お子様連れでやっぱりチャリティーライブということなので、はいはいはい、本当に売り上げの一部はちゃんとチャリティーに寄付されてますので。そうですね、ぜひチャリティーイベントになってるので、はい、皆さん4月27日来てください。ライブハウスモッツに来てくれたらなと思います。はい、で、チケットは、うん、はい、その主催者のアマチマリアさん、アマチマリアさんのフェイスブック、フェイスブックで、プラス自分と、はい、エコさんの元か、とモーミーさんのところに、はい、直電してる人は電話かけてください。直電してることは、じゃあ今言ったら電話番号、ね、
登録してある人はかけてきてください。かけてください。自分の電話番号言って。自分さ、知らない電話番号を取らないといけない。というわけで、もう見のでいいかな。もう見のでいいかな。これ誰のでも取るわけよ。モーミーの電話番号言います。エコさんとモーミーさん一回じゃあ退場しましょう。退場して次のメンバーと入れ替わりしましょうか。ちょっとまだ4時半まで長いから、長いから飲んできて、長いから飲んできて、オッケー。はい、ありがとうございました。あれですよ、こっちに置け。はい、こっちに置いて。ここでですね、お知らせがあります。はい、第1部がですね、あと1分半で終わります。1分半、第2部から。じゃあはい、はい、会長こっち置いて、会長酒こっち置いて、ちょいちょいちょい、酒をこっち置いて。はい、あと1分、あと1分ですので、はい、皆さんぜひですね、ぜひ。そうですね、はい、まだまだコメント欲しいですね。はい、第2部もまたゲストさんいっぱいいらっしゃっておりますので、はい、で、メールアドレスが797@fmginowan.com の方にメールの方もお待ちしてます。ツイキャスの方もやってますので、スマホでお聞きの場合は無料アプリリスンラジオで聞いてください。また4時半まで頑張ってます。皆さん応援もぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。4時までね。いいね。はい、ではまず、まだ1部しか終わってないから、ね、そうです、まだ1部しか終わってない。まだ1部です。今からそう、空豆のラジオのゆうきさんも第2部からスタートしますので、皆さんぜひぜひそのまま、チャンネルはそのままでお聞きください。よろしくお願いします。ということで、一旦ですね、CM に参りますので、あのツイキャスの方でちょっとコメントを拾っていきましょうか。そうですね、ツイキャスの方がいいということで、皆さんどしどしツイキャスにもコメントくれたら頑張って拾いますので、よろしくお願いします。大丈夫、20秒。はい、今音楽に行きマイクに変えました。音楽に上げてます。すげえ。俺飲むときあっちまでいいって感じ。そうそうそう、そこはね、もう研究材、機材がいっぱいあるから。俺こっちの方で3000万ですよ、3000万。3000万意外と大丈夫だよ。俺プレッシャーだよ、3000万はね。持ってるでしょ。持ってるよ。いや、もうすでに1200万の借金があるからさ。3000万だよ、4200万のわけだよ。ちょっとあれだな。一応ここで電波乗っかってますけど、大丈夫ですか。余裕に乗っかるよね。ダメなやつやし。言い過ぎるよ。でも借金かける男って魅力的じゃない。何言ってるかそれ。あえてこれ乗せてほしいな、乗せてほしいな。乗っかってもいいよ。マイホームに。いや、おのれにさ。おのれに1200万やの。整形、整形。夢は夜だ。これ超いじってる、超いじってる。入ってるんです、そのまま。OK です。キャンさん。キャンさん。よろしくお願いします。キャンさん。飲んでます？キャンさん、今日まだ飲んでないです。キャンさん、お酒持っていきましょうか。いい。ダメだね。ダメだね。キャンさんだけが持ってきてたから。そうそう。キャンさんがしっかりできなかったら、もうちょっとやばい。やばい。やばい。ついていきます。あ、でも自分あれですよ、普段あの10回ぐらい飲みながら DJ 回してます。その方が逆に調整が上がる。その夢、あ、一緒に言います。 OK、 はい。じゃあ、ギャラリー映したらやばいわ今日。いや、ギャラリーが、まあ、ちょっとカオスですね。確かに、見せないですね。ギャラリー何人ぐらいなんだろうっていうから、多分10名はいますね、多分。はい、こうやってタクシーのおじさんにも宣伝してきましたよ。えらい。そしたらちゃんとチャンネル合わせて、ここだねって言って。えらい。聞いてるはず。聞いてる。まうっちゃん、キャバクラ状態。あ、ほんとだ。両手に鼻じゃないですか。そうなんですよ。やば、鼻の下伸びてるよ。ツイキャスで鼻の下伸びてるの映ってるんだ。あ、前教えた手話は。映ってます、映ってます。スケベ、スケベ、スケベ、スキスケベ。シュワね、スケベ、スケベ、これ、スケベ、スケベ、鼻の下が伸びれる。これはエクボ、スキスキスキスケベ、スキイタリア、ボロイ。イタリアだったらボロイ。絶好調だな。イタリア、ボロイ。シュワ、日本、日本はスキね。スキ教える。今日はテーマが初体験なんですよ。初体験。初体験。うん。あの、タイガから初体験。え、俺から。やば。絶対に俺からではないでしょ。トマッチ。絶対に俺からではないでしょ。初体
ないけど、でも女性に聞けんだろ。あ、それは確かにそうですね。タイガさん、あ、自己紹介遅れました。僕 FEC でお笑い芸人やってます、きんぴらごぼうの。真面目に社協で地域作り担当してます。赤嶺さん、よろしくお願いします。赤嶺さん、赤嶺さん、マイです。マジさん、ゆうきさん、マテヤさん、マテヤさん、リョウさん、リョウさん、マテヤシリョウさん、マテヤシリョウさん、あの大山自治会長、自治会長、社協ラジオにも何回か来てもらって、ああそうなんですね。何歳なんですか？何歳なんですか？僕ですか？いくつですか？僕もうやがて35ですよ。ああそうなんだ。言えないな、35。うん、レギュラーでも何でもないのに、ここ居心地よくなってるんですよ。しかも月曜日に会議があって、はい、会長、朝までラジオで一緒に出ましょうみたいな。ノリで、今日いやいやいや、出るの好きだからさ。出すの、出すのが好きじゃない？出るのは好きよ。出るのが好きだ。1個ね、1個ね、もう1個ね、1個、1個マイナス。そうね、こういうところを CM に行きました。はい、CM 行きますよ。まもなく始まります。 CM、CM、 CM が終わります。ニトリ、ニトリ、ニトリの10秒前です。こっちからです。アツコの夢は夜花開く第2部始まるよ。この番組はですね、FM ギノワンより深夜ラジオをやってしまおうという企画でございます。はい、何時までですか？そうです。何時まで？なんと4時まででございます。やりました。ですね、FM ギノワンの待合室というかギャラリーにはたくさんの人がいるんですが、はい、うん、なんと企画人、発起人の高橋さん、はい、会長、そしてあつこの知らない世界の、のメイン MC でございます、はい、そして函館マウンテンさんの姿が全く見えないっていうね。見えない見えない見えない。外で僕の相方と一緒にあのおしゃべりしてました。見えないね。函館と沖縄の文化の違いで盛り上がってました。はい、でこの番組は4時までやってるので、ぜひぜひツイキャスでも皆さんコメントくれたら、みんな頑張って朝まで起きれるっていう感じ、はい、よろしくお願いします。はい、そして第2部でございます、はい、それでは皆さん自己紹介しましょうか。じゃあ会長から。はい、ニコニコの満面の笑みをこうラジオで伝わりづらい。又吉亮ですよ。私たち俺です。又吉亮です。大山の僕です。亮さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてそしてそして自己紹介、俺なんかの自己紹介、きんぴらごぼうの富川森光です。お願いします。で同じくきんぴらごぼう FC でお笑いに芸人やってます金城大河です。よろしくお願いします。金城です。あの沖縄三大名字の金城です。金城、はい、そして朝と金城ね。朝と金城、朝とかな、大城だと思う。宮城じゃない、宮城だと思う。朝と次、自己紹介あります。毎週水曜日4時半からギノワン注意 CG タイムをやってるギノワン市の地域づくり担当してる赤嶺舞です。よろしくお願いします。バイバーイ。舞さん、舞さんすごいね。なんかベロベロ長かったね、今。コンパクトに詰めて、ね、社協は何でも進めるので、よろしくお願いします。ギュッといこうよ、ギュッといこうよ。はい、そして FM ギノワンの山内です。よろしくお願いします。社協。そして、今週から新番組やってます、空豆ラジオのシンガーソングライターやってます、ゆうきです。よろしくお願いします。はい、ゆうきちゃん。さあ、そしてですね、はい、うん、今日はですね、はい、いろいろとお話ししていくんですが、はい、テーマありましたよね、ちゃんと。テーマはですね、実は裏テーマ、表テーマありまして、今、第2部は裏テーマからですか？裏テーマでいきます。あ、なるほど、なるほど。第1部は表テーマでやったんですか？表テーマって何ですか？裏も表もあるの？表テーマは真面目でしたよ、真面目。そうそうそう。なんだろう？裏テーマはですね、実はうちのミキサーであります。お？はい、皆さん、ミキさん、はい、皆さん、さん、皆さんこんばんは。私、本日ミキサー担当しております FM ギノワンスタッフ、キャンと申します。よろしくお願いします。
キャンですね、なんとなんとキャンとは聞いてたけど、そう、キャンとは聞いてたけど、なんとなんとまさかキャンとはチェリーボーイなんす私、FM ギノワンのキャンはチェリーです。チェリー、チェリー、違う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 、じゃあ俺なんかどんなテンションでこれから話していくんですか。ああ、いえ、そうだ、困った今、リアクション困ったろ、俺ちょっと下の目ずりしたんだけど。それやってるりょうさんもおかしいですけど。なのでですね、はい、この裏テーマとしてはやはり皆さんの初体験を話して、うん、キャン君にチェリーを伏せてもらおうと。そう、え、これマジ、マジな話ですか。笑ってる。マジなんだろうな。そうなんだ。そうそう、で、そのやっぱりね、なんていうのかな、初体験でもなくていいんだけど、うん、要するに、はい、キャンにこの素晴らしいよと、そういうのは、ね、なるほど、いやー、そんなことも話させたら森光天下一品。さすが、さすが金星が相方を真っ先に売るな。一発目じゃないだろ。安く100円で、100円で売った今。さすが、いいね、ファミマ CM も出てるからね。そうなんですか。待ってください、待ってください、チェックしないと。それ出されたらなんかイメージだから、後で怒られるかもしれないじゃないですか。大丈夫、責任こっち。じゃあ、森光くんがプレゼンします。どうなんですか。いや、多分森光は多分その初体験って聞いたら、ちょっと、なんだろう、あのね、ちょっとエッチな感じとか、ちょっといやらしい感じに聞こえがちじゃないですか。はいはい、森光さん、そういうことじゃないか。どういうこと、どういうこと。リョウさんが僕の右腕をめっちゃエッチになれてる。え、いや、なんか、初めて思い出す相手が男なんですか、これ。おかしいでしょ。おかしいでしょ。慣れた手つきは。競争するのから始まるからね。まあ、いやいや、性の多様性のきっかけ、ここで作らないで。左腕から攻めるよね。右腕だしね、触ってたの。どこで調査取ったか、その大体は分かるんですか。いや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 、沖国のなんかイメージが、キャンさんが一番戸惑ってます。キャンさんが一番戸惑ってます。じゃあ森光くんはエッチじゃなく、そのエッチな話をできるということでいいですか。できますけど、そこは森光に任せましょう。じゃあ任せましょう。はい、でもやっぱりあれですよ、あの僕はあのどちらかというと、あのめっちゃ真剣に聞いてくださいね、リオさん。あのどちらかというと、あのまあキスとかもちょっとなんか潔癖ではないですけど、最初こう自分のしたことない時は、あ、なんかちょっとあんまりなんかそういったことはみたいな子だったんですよ。でもやっぱりあの続けて続けて、隣に注意してる、右の圧力がすごいな。でもやっぱ実際そういったことになって、はいはいはい、で初めてベッドの上に行きまして、行きまして、で行きまして、で、そうですね、まあまあ徐々に、はい、徐々にというか、あの、まあ、脱ぐわけじゃないですか。脱ぎますね、お洋服をね、自分が脱ぐわけじゃないですか。これはお互い、お互い、まあまあ最初自分から脱ぐ、自分から自分から脱ぐ、脱がしてあげないんですか。で、まあまあ脱がして、あ、脱がしてあげる、脱がしてあげる。で、そしたら、うん、あの、なんか僕の中で、喘ぎ声みたいな、大丈夫大丈夫、うなずき、うなずきだから、あの、僕の中で、はいはい、あの何かが弾けまして、おぉ、なんて言うんですかね、うん、そういった行為って、うん、少しなんかちょっと卑猥ではないですけど、うん、そういうイメージもあったんですけど、うん、あ、これはそういうものじゃないなって、うん、そういうものなんですね。僕はですよ、今僕、はい、知らん、方角知らないですよ。僕はそういうものじゃないなと思って、はいはいはい、何か一つ自分の中で一皮向けたんですか。はい、先に言わないでください。確かに、あの僕はあの普段はあの被ってる方なんで、知らん知らん。それがその行為の時だけあらわになる。お前の道具の状態は知らんけど。ちゃんと洗いますんでね。いいよいいよ、被ってるんで。道具返しやめてもらっていいですか。おう、おう、まあでもなんかすごい素敵な行為だなとは思います。おー、いいよ、いや、いい、夢がある。
ってる人か、かぶってない人。ああ、まあそうですね。どっちからか。でも3種類になる時もありますよね。3種類。普段はかぶってるのに、その時だけかぶってない人みたいな。あの完全にかぶってる人もいるし。はい、これ今パーカーのフードの話してますけど、ね。曇り空の時の、あのどうしようかっていう、あれね。はい、このあれカッパをかぶろうか、かぶらないあれネックウォーマーつけてきたみたいな。そうなりますよね。どんな、分かりづらくユキさんが心拍子をしてるから、ね、大丈夫ですかそんな。これ今何の話ね。初体験の話。初体験を、初体験よかったよっていう、はい、素敵かっていう話ですよね。さすが森光。森光ありがとうございます。もう次はね、やっぱり会長ですよ。会長が大事ね。忘れてるかな、両会長、ね、多すぎて忘れてるかな。初めてって5回ぐらい言ってるからね。僕はね、僕はね、すべてが初めてになる。いつでも、うん、めっちゃ都合のいいように。昨日も、昨日も、昨日も初めて。昨日も初めて。本当に、そうよ。昨日って言わないね。そう。ちょっとお礼入ってますわよ。うん、僕ね、子供3人いるんだけど。ってことはね。ということは最低3回はやってる。その行為があるんだよね。なるほど。なのにね、なるほど、あの自分でそんな記憶がないぐらい初めてだっけ。いつも常に新鮮、常に新鮮っていうことで。常に初めてよ。どんな眼差しです、それ今。すごいあれですね、刺激的な感じですね。そうよ、そうよ、そうなんですね。そうよ、それは相手にもそういう面持ちでいくといい、いいですしね。どうなのかな。そこは賛同しないですか、そこは。わからないけど。ずっと初めてだったら初めてだったで、ずっとなんかちょっとこれ場所どこみたいな。いや、あれね、爽やかに言うんじゃないのか。ずっと場所どこ、場所どこ、あれあれあれって思うでしょ。マニュアルは、マニュアルは。でもさ、でもさ、少年野球に入る子供がさ、お父さんとずっとキャッチボールしてたやつ、少年野球入って結構すんなりキャッチボールいけるでしょ。ああ、それそれ、あ、もう全然わからん、どういうことだろう。わからん、わからん。わかんない。すごい、今ツイキャスが盛り上がりすぎて入る隙がないすいません、会長さんおねえ溢れすぎとか来てます。やだ、静岡でも聞いてるっていうコメントも来てね。もうなー、みんな元気ですね、はい、1時ですよ今。遠くはもう埼玉、東京からもお聞きいただいてますからね。ありがたいですね。金曜日ですからね。そう、花金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 や。すごいなー、タイガ。僕、初体験行っちゃいます。行っちゃいますか。行っちゃいます。あ、そうですよ、キャンさんに初体験の素晴らしさを伝えきれればいいってことですね。そうそうそう、そういうことだね。まず多分、まあ、初体験を、はい、やって、はい、要はその要は嫌なことはないですよね。そうなんですか。嫌になることは多分ないと思う。分かんないですけど。そうなんですか。分かんないですけど、そうなんですかって、え、みんな味方じゃないですか。分かんないです。男性側の気持ちは分からないので。あ、なるほどね。あ、なるほど。だからでもお互いのそれはなんか OK があって、うん、なるほど、やる。ああ、確かに、ね、が認められた感じ。そう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 、なるほど、はい、一緒に伝わる。あら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 、なんかやだ。3人子供いるから。あ、心配しないで。3人子供いるか全然セーフかかってないんですよね。逆にリアル。あれですね、追客室の皆さんも、もう気になって気になってしょうがないみたいな感じが伝わりますね。おねぎょく。だってほら、もう大吾さんからコメントで今から4人目とか来てますもん。ブレてる、ブレてる、シュンってなってると思う。ちょっと今ブレてるよね。なんかガタガタしても、俺ちょっと今腰に手当ててるんだけど、めっちゃガタガタ、ガタガタしてる。いやいやいや、だってめっちゃガタガタしてるもん。僕あの初めてお会いしたじゃないですか。うん、今ねこのブースの中でしか。あれですよ。そうそうそう、今キャンさんのイメージがどんどんひどいことになってます。初体験の良さを教えるその番組内の中で男2人がこういう声してたらそういうことになっちゃいますよね。今喋りながらガタガタしてる。怯えてる、怯えてる、怯えてる。今ブル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 。かわいそう。
ひどいね。そうですね。そうですよ。そういうことです。15番目の男さんが性の形はいろいろあるさっていう。それはあるよ。それはね、ある。受け入れるか。俺は許す。認める。何でも許す。何でも許す。会長。認めよっかってちっちゃい声で言わないとか。会長だからやっぱり幅が広いですね。やっぱ懐が大きいですね。受け入れの幅が。乳輪のでかさは器のでかさよ。だから俺、って言うわけよ。あの、俺さ、あの胸毛濃いわけ、はいはい、そして乳輪でかいわけ、はい、見てみよう。毛深さは人情深さ、はい、乳輪の広さは器のでかさっていうのを自分で意識して海に出る。すごい一服堂さんがメモメモって来てますよ。そして海に出る。映画のタイトルみたいですね。今日の名言ですね。何でしたっけ。毛の深さは人情深さ、人情深さ、乳輪のでかさは器のでかさ、器の大きさ、うん、いいね、らしいスキャンさん。何も怖がることはない、はい、そこの乳輪の大きい人、胸毛の濃い人、何も怖がることはない、恥じることはない。メッセージ性みたいな。俺ただこの人酔っ払ってんなと思ったけど、メッセージ性も怖がるの。あの宮さんから父のでかさはって来てますよ。父のでかさは何ですか。父はね、結構俺来鍛えてるからね、もうパンパン、あれ違う、いや、両親の父の両親聞いてないですよ。女性の女性の父のデカさは両親の父はデカさなくていいよ。うん、わ、何、何、何を求めてるの。父のデカさは、何を言うんですか。何でもいいさ。そんなこと言ったら何でもいいじゃないですか。全部何でもいいですよ。女性の父のデカさ、なんで、何でもいいんじゃないの。何を求めてるの、何を求める。初体験は、初体験。いやいや、俺しか話してねえよ。そうだね、15分経って。初体験。じゃあ、どうする。タイガの聞く。聞きましょう。これ聞くって、初体験エピソードを聞くってことですか。エピソード、そうです、そうです。でもなくてもいいし、良さが伝わる。良さが伝わる。プレゼン、プレゼンです。プレゼン入れてくれないのか。やっぱりでも、初体験ってやっぱ何事もワクワクするじゃないですか。しますね。その、うん、こうそういうことじゃないにしても。やばい。ギャラリーやばいな。ギャラリーでも全戻るの怖いけど。今 FM ギノワンナイガで今皆さんやばいことやってるんで。すごいやばい。やばい。すごいですね。これを OK とする山内社長、局長。じゃあこんななると思うからね。すでにもう想定外です。これが、多分ね、これが電波、一番ひどい放送だよ。電波に乗っかってるって考えるとすごいひどいよね。こっから俺が持ち直すからさ。持ち直すの。立て直すから。俺そういうところあるわけ。あ、もうしっかり者ですから。声が右耳にガンガン来るんですよ。近いんで説得力がゼロだから。ごめんね、ミンティア食べてない、ごめん。香りは知らないですけど。いや、逃げられないよ。あの、初体験。全然進まんけど。初体験。でも、しかもドキドキも楽しめますしね。楽しめる。あの二人、僕はお互い好きな人同士で今行ったんで、そういったね、なんかそういうホテルとかに行って、二人とも初だったんで、そうそうそう、どこに行こうかみたいな。ちょっと純愛っぽい。そうそうそう。何歳？僕はね、ちょうどね、その最中に二十歳になりました。最中に二十歳になった。記念すべき。いいタイミングで僕は階段、大人の階段の。この、やっぱ、絶妙。ラブホテルでやったの。あ、いや、僕なんか、まあ、最初は本当になんかそういったところもどこ行っていいか分からなくて、僕なんか芸人の先輩に、なんかその、いろいろそのホテルでお仕事してる人がいたんで、どこが安いですかとか聞いたりしたんですけど、僕行くのが、ちょっとあれだ、行きづらかったんで、行き方が分からなかった。はい、分からなかったんで、僕は普通にあのビジネスホテル。ビジネスホテルで。ちょっとそこはあれじゃないの。だからいや、そのさ、そこはだから相手、飛びすぎじゃない。飛びすぎ。どういうこと。飛びすぎ。高飛びやってないやつが棒高飛びやるなって話したよ。分からん例え出ました。ラボに行ってないやつがビジネスホテルに行くなっていう。あー、なるほどね。いや、知らんけどビジネスホテルの例えられてないですよね。なんで棒高飛びにチャレンジしたそっち方向で進めないでくださいよ。そうじゃないの、結局そ
じめそうてるなんて19、20歳にこのなるときにこうなったんでしょこうなったんでしょその言い方なんでしょエクステンジしてね、こうね、これ見えてるかな、チョキは見えてないです、チョキがね、こうなったんでしょうがわからないな、全然読み取れないな、ヨウさんの20歳になるピースをね、表から裏に返してキャンサーポポーンじゃないですよちゃんと良さ伝わってるかないや、これ今開始20分だから成り立ってるだけで、あと5分したら成り立たなくなりますよ大丈夫ですか、まあ、色々ビジネス、僕は素敵ってことだよ、そうそう、素敵だった、で、ドキドキ、いい思い出だった、いいタイミングでやっぱりドキドキね、なんか局面があるじゃないですか、好きな人同士っていうことで、好きな人同士で仕事でね、なんかあの、これこの仕事初めてやる、すごいドキドキするみたいな仕事初めてする、ドキドキみたいなあるじゃないですか、だから適度なタイミングでドキドキを味わえるっていうのの一部でもこの初体験はいいと思いますよ、キャンさん、ありがとうございます、アニバーサリーでやった方がいいですかね、じゃあアニバーサリー、僕もアニバーサリーでやったので、もうすぐ誕生日じゃない、誕生日いつですか、5月の12日です、あやもう、だって俺も近い同じ誕生日え、じゃあ神さんと、じゃあ亮さんの神さんと、じゃあ一番っての石峰翔太と同じ誕生日分からん同じ誕生日情報をすごい教えてくる、はい、昭和何年、昭和62年です、あー1年早く生まれている、どうでもいい、どうでもいい、俺の嫁と千葉ロッテの石峰翔太の1年ちょうど1年早く生まれているあなたは早く生まれている喉が乾いた、自由、やばいな、自由ですね、じゃあもうどうする、どうする、何がですか、曲いっか、曲いっか、曲いった、そら豆、これダメな、そら豆、そら豆、キャンさん、そら豆流して、そら豆、あ、そら豆、そら豆、そら豆、全然しゃべってない、そうそう、だってさっき外ギャラリーでね、こうゆきさん、そら豆も良さを伝えよ、初体験生々しいから、生々しすぎるね、良さを、そら豆の良さ、楽曲があるんですよね、こう空豆、そう、うん、私の飼っている猫のそらちゃんと犬のマーメイの歌があるんですよ、うん、ちょっとその曲を皆さんに聴いていただきたいと思います、よさいってちゃん、はい、よさ、はい、どこがポイントみたいな、あの、そら、いきなり探してるからあれ、あ、なるほどね山内さん、こういう探してるからみたいなちょっと時間つないでみたいなのも言うんすね、全然一応、そらちゃんめっちゃ可愛いんですよ、はい、可愛い、何犬ですか、そらちゃん猫、そらちゃん猫豆が犬、豆柴の豆、豆柴の豆、あ、なるほど、そう、もうそらちゃんはなんかツンデレなんですよ、ツンデレ、そう、そらちゃんあれですよね、空から降ってきたんですよ、違う、そう、あの、山内さん、あの、可愛くないんですか、違う、めっちゃ可愛いよ、森下、普通なことないよな、普通だ、めっちゃ普通だ、可愛いから、絵に描いたよ、でしょ普通じゃない、スタンダード中のスタンダード、めっちゃ可愛いよ、そらちゃんめっちゃ可愛い、可愛いでしょ、マーメイは普通なんですよ、マーメイは普通だな、マーメイは普通だけど、なんならマーメイの方がちょっと可愛い感じするけど、マーメイ普通だけど、そらちゃんめっちゃ可愛くて、なんかもう私のことをママーって呼ぶんですよ、って言うさ、ミャオって鳴くところママーって、もう気づいたと思うけど、あ、はい、痛い、あーやめに行くか、でもね、ゆきさんライブやるんですよね、そうどんなつなげ方どんなつなげ方今お前は、いや、すごい、お前は強引やつだから、強引に行く、強引に、お前ヤクザだよ、皆さん、でも今言い切ってよかった、言ってよかった、タイミングだったと思う、違ったはずかー、はい、トークの大会初戦ライブ告知が4月20日ライブハウス、こちらもモッツで6時半からゆうきさんのワンマンライブがあります、モッツだからね、そうなんです、初なんですよ、初、あの、ほんとスリーマンだったんですけど、あの、ライブ1ヶ月前に、あ、でもそらちゃん、そらちゃんと豆ちゃんもやったら、出るんですか、出るんですか、そう、ドタキャンされて写真差し替えました、そうそう、いるかもしれない、ワンニャライブって言ったり、はい、曲の準備ができたということで、とりあえずじゃあ皆さん、曲
紹介、ゆきさんお願いします。はい、私の飼っているかわいいかわいい愛するそらちゃんともめちゃんの歌です。聴いてください、そら豆。イエイエイ。猫の空と犬の豆、猫の空と犬の豆、2匹合わせて空豆。クリスマス一色のメイクマンにやってきた新入り君、だんだん大きくなってゆく体、入れ替わってゆく仲間たち、猫の空と犬の豆、早く帰れ。
ただいまの曲はゆうきさんで空豆でした。そして、はい、そして、はい、今日は朝まで生ラジオっていうことで、はい、番組はあのツイキャスも募集してます。皆さん、はい、どん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 応援よろしくお願いします。またメンバーが増えました。増えました。はい、チャンチャンチャンボンボン、チャンチャンボンボンボン、ボンボン行きましょう。じゃあ BGM が、あの来た方は自己紹介もらいましょうかね。はい、ということで、今月からですね、あの水曜日21時のフリムーンラジオのパーソナリティに出演させていただいてます、ナルトラと言います。よろしくお願いします。イエーイ、お願いします。それではじゃあお隣の、はい、函館から来ました、函館マウンテンと申します。よろしくお願いします。メンソーレ、メンソーレ、なまってるけどイベかイベ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 、いいですね。そしてそして、はい、はい、手持ちマイクでお願いします、自己紹介を。手持ち、はい、大山、ギノアンの大山から来ました。はい、大山、大山タームです、タームです。イエイエイエイ。続きまして、皆さん行きましょう、自己紹介入ってますよ。普天間から来ました。はい、来ました、来ました、来ました。あ、カメラあっちですね、カメラあっちですね。大山から来ました、中村です。中村、そしてそして、そして国境には出てこれない中本が今日来ました。よろしく、よろしくお願いします。そして次誰、次誰、エコザイルさんもここから参加でーす。はい、ありがとうございます。また参加します。そして局長は逃亡してます取り残されました。取り残されました。ということでテーマはどうしましょう、はい、キャンさん、テーマ戻しましょう、戻しましょう、テーマ何でしたっけ。FM ラジオ、地方ラジオの可能性について。はい、ちょっと待って、コミュニティラジオの、そこでやってたんですね、表テーマ、はい、表テーマはコミュニティラジオの魅力、表と裏のあれ、これからの展開みたいな感じですね、可能性について語ろうというのが本来のテーマで、裏テーマが何でしたっけ。私チェリーのキャンがいかに卒業するかするかっていうのが裏テーマになります。はい、そして第2部はさっきまで、あの初体験の良さをみんなそれぞれプレゼンするっていう回でしたね、していただいてました。今の時間はどうしましょうか。今の時間は、まずコミュニティ FM について語りましょう。語りましょうか。よろしくお願いします。お願いします。こんなお酒のみんな入った中でこんな真面目なことするんですか。それが逆にコミュニティの良さかもしれないですね。いいと思いますよ。いいと思います、いいと思います。あ、急にシーンとなりましたね。どうします、チェリーの話がいいですか。チェリーの話がいいんですかね。あ、じゃあ、あ、キンピラゴボです。はい、カリカリチェリーボ言いますよ。あ、チェリーボーイ、ここ何人いるんですか。はい、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 2人、2人いますね。じゃあ2人いるんだったら、じゃあもうね、大先輩方、大先輩から話聞いた方がいいですかね。聞いた方がいい。大先輩、ほら2人いる、2人、不良から、不良から話聞いた方がいい。不良は触れていいんですか。不良とか良くないとか来てるから、今日不良から話聞こう。ちょっと勉強もね、したいですよね。勉強もね、いやもう勉強したいですよ、本当に。もういろいろご指導、ご鞭撻をいただきたいなと思っておりますので、皆さんぜひよろしくお願いいたします。お願いします。てっちゃんが喋りそうなんだよ。てっちゃん、喋ってちゃん、はい、てっちゃん、魅力を伝えてもらえたら、始まって悪いことして気がついた時ね、あ、まあそれでもよかったかなっていう自分の人生を振り返るときに、人生7個の道を、チェリーボーイにいかにこの体験の良さを伝えるかっていう裏テーマで今やってますね。難しいね。まあ、難しいね。だけは難しいね。さっきのみんな知らないと思うんだけど、はい、了解です。このラジオ、うんうん、深夜大学って知ってます？分からない。深夜大学。ちょっと聞いてみようか。深夜大学ね。はいはいはい。なんで俺が柳田君と、はい、いろいろやってよ、パーソナリティーを。30、40年前ぐらいの、はい、ありましたね。あったんですね。チェリーボーイっていう、しゃべれないけど、いろんなその今ちょっと映ってます話を深夜大学っていう夜中で、夜中で
これやってたな、こっちがやってたんですか、ちょっとギュイーンとかさ、あの特番映ってるんで面白い番組があったんだよね、ありましたね、伝説だ、伝説です、伝説、今はそういう番組ないんですか、ないです、今はない、今はあんまりない、入って土曜日だったから悩めたから12時越す時に今ピッピッピッってなるぜ、日付がかかる時に、はいはい、その時に、はい、あの男の子は何すなにさんを握り、女の子は何すなにさんを大丈夫ね、本当に喋ってもね、心配やってるからしますけど、回ってます、なんかちょっとアダルティーな感じがしますね、すごい番組だった、これは柳拓人、柳拓人、いろんなたくさんの、ミノモ、ミノモだっけ、さっきのチェリーボーイあと鶴光とかね、はい、の話以上ね、はい、すごい話が聞けた、すごい話が聞けた、伝説でしか聞いたことない話ですよ ね、 本当ね、今はそんな番組ないですもんね、あの柳田さんがケンちゃんのみたいな感じで、まいちゃんが作ったんじゃん、まいちゃんが作ったん、私作った方がいいですか、じゃあちょっと山内局長と相談しましょう、ね、その時は皆さん来てくださいよ、今ね、もちろん来てくださいよ、こちらの年代を聞いてて、あ、久しぶりだなって来てる人もいっぱいいると思う、なるほどなるほど、来るって、ナルトさんも、あ、俺も来る、エコさんも、宮川先輩、久しぶりに聞いたでしょ、あのね、深夜大学ね、深夜大学、ちょちょ、なんか皆さん、メジャーな、メジャーな番組やったんですね、聞いたことないですね、聞いたことないの、あの、ちょちょ、ギュイーンっていうの聞いたことないですね、ちょちょ、ギュイーンはこれ、人工です、いや、多分30年から40年くらい前な、30年、40年、柳拓さんが、ちょっとあの、いやらしい系の深夜大学、そうなんだ、そういうのあったんですね、あれさ、大きい曲にやってたってことですか、なんか昔は結構自由だったんですね、昔は自由なんやね、あのほら、やらなきゃ自由でしょ、全て自由だったんですよ、今はね、いろいろ規制が多くてですね、正解だよね、自分の中の月身の持ったんだよ、あのアナウンサーしてやろうか、やろうと思ってできることじゃない、すげえね、全国ネットでもそういう番組がたくさんあったってことですね、すごいですね、あったよ、あれもうどういったな、大日本もオールナイトオールナイト、あれも20年くらい前までは披露特典会、そうなんですね、それが規制入ったおかげで始まったんだけど、はい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 、あるさ規制ないから、でもそういうのを夜中にこっそり聞くみたいな、はい、その前は今日は、はい、すいません、ちょっといいですか、業務連絡です、新劇のめいちゃんが、あのメール受付してるんですかっていう質問が来てます、はい、メールの受付しております、何時までとか時間はなくて、はい、まずこの放送がですね、はい、4時までを予定しておりますので、でこちらの方に、はい、はい、797@FM ギノワンに午前4時まで受け付けてますので、よろしくお願いします、はい、そしてですね、メッセージの方に2通ほど届いております、あ、メッセージ読みましょう、読みましょう、はい、はい、はい、まずですね、はい、秋山さんお願いします、お名前、君ママさんからメールが来ております、ありがとうございます、深夜ラジオやってまおうかかりということで、まあ番組名は違いますが、はい、赤嶺舞さん、社長ラジオをいつも聞いておりますよ、はい、ありがとうございます、今日は朝まで生ラジオ頑張ってね、そうです、社協はいつでも全力応援なんで、よろしくお願いします、ありがとうございます、そしてもう一つ、あつこの夢は夜開くに宛てに、進撃のめいちゃんさんからメールをいただいております、めいちゃん、あつこの夜を開く軍団の皆さんと観覧の皆さん、こんばんは、こんばんは、誕生日祝いパーティー帰りのめいちゃんでございます、ハッピーバースデー、そういえば誕生日だったって来てた、あ、そうだ、今日いたんや、今日誕生日って言ってた、言ってたね、言ってましたね、またメッセージします、待ってますよ、めいちゃんさん、よろしくお願いいたします、ちなみについさっき知り合いのキャバ嬢みたいな人と遊んでいました、ではまたメッセージします、待ってますよ、めいちゃんさん、めいちゃんさんと誕生日って言ってたわ、今日すごい、なるほどね、もう日付回っちゃいましたね、回っちゃいましたからね、2回僕誕生日歌いましたからね、昨日と今日で、もう1回歌います、もう1回歌いましたから、じゃあ皆さん、めいちゃんさんに誕生日ソング歌いましょうか、歌います、歌いましょう、歌いましょうか、歌います、じゃあみんなで、じゃあめいちゃんさんに向けてみんなでハッピーバースデー行きましょう、はい、せーの、Happy birthday to you! Happy birthday to you!
ちゃん。 Happy birthday to you。ね、みんなで祝ってもらえるのがね、すごいですね。まあ、沖縄のさ、ラジオって結構聞いてる人多くないですか？そうですね、意外と多いなって、うん、この FM ギノワさん出て感じました、ね。うん、結構いっぱいやっぱりいるんで、そうです、そうです。そういった方々がやっぱりこんなちょっと夜のね、少し、ね、少しあのリミッター外したのを聞きたくて、そうですね。なんかでもリミッター外した方がより身近に感じますよね。そうですね。ね、確かに日が出ちゃってますからね、もうね、結構皆さんね、本当にということですね。まだまだメッセージも、はい、募集してます。ツイキャスもたくさん盛り上がってるので、うん、拾える分は拾えていきたいなと思ってますので、はい、皆さん、ね、最後まで盛り上がっていきたいなと思ってますので、はい、よろしくお願いします。はい、だって4時までってことはまだ半分も、そうですね、折り返してもらって、まだ1時半です。休憩、はい、休憩、はい、はい、局長も登場してますからね。登場してますからね。休憩中ということになっちゃいましたね。任せて、任せたみたいな感じで行きましたからね。任せられても困るんだよね。はい、僕も困ってるんですよ、実は。はい、そうですよね。なぜかというと、はい、この番組あるの知ったの先週なんですよ。いや、怖っ。怖っ。私、今週ですよ。怖っ。私昨日。怖っ。僕の勉強です。生放送のタイミングで津田さん、写真撮らないでくださいよ。全然映りますけど、映る映る。いやもう楽しいですね、生放送。綺麗な人が来ました。ちょっとね、ジェリーな2人にはドキドキしてしまうような、ね、まあ、はい、可愛い女性人さんがいらっしゃいましたけれども、山内さん、ちょっとじゃあ、せっかくなんで自己紹介を、はい、さあ、じゃあ座ってください。大丈夫大丈夫、大丈夫。じゃあいつものやつで、いつものやつで、はい、お願いします。今日は、うん、これ今日は、あ、はい、モーニングエイト金曜日担当しています。パッと来てさっと帰ります。嬉しいな、楽しいな、トーマシーナです。すごい、はい、すごい、はい、かっこいい、何今の。ですね、すごい、潔癖お嬢でございます。あ、そうなんだ。抱きつきダメよ。いやいや、もうクーマじゃないんで、僕最近からお題がなんで。あのですね、今日本当はいつもこっちに入るときにマイスリッパを用意して来るほどの、潔癖、あ、そうなんですね。あ、そう、変えてるよね、これも変えてる。なんですけど、はい、今日はもう飲み会で帰りなんで忘れてきたということで。そうなんだ。帰るつもりなかったんですけど、見て帰るつもりで来て、うん、ちょろっと来た。じゃあもう、はい、中に入っちゃった。入っちゃった。じゃあ告知しときましょう。告知、告知しましょう。シーナちゃんの告知ありますので。あれですよね。作って作って、斬新ですね。告知作るなんて。もう全然、もう来週なので忘れてもいいです。4月21日土曜日。来週は忘れちゃダメじゃないですか。忘れても大丈夫です、はい、4月21日、はい、OTV の沖縄テレビのヒープホップの後の3分ぐらいのパブピポっていう番組に出演します。はい、大丈夫です。見る。あ、メモ、はい、携帯のメモでね。はい、13月の何日でしたっけ？13月。ボケたんです。ボケたんです。お前今ボケたな。今気づいてますか？いや、エコザイルさん、お笑いのアドバイス後からずしてもらってくる。4月の21日の OTV ですね。OTV、ヒップホップ、6時間のヒップホップ、あとの、お知らせのね、番組、番組もありますので、はい、そうです、はい、ぜひご覧になってください。なんで俺が中心してるんですか。俺なんかその日お笑いのライブあるんですよ。俺なんかその日お笑いのライブあるんですよ。じゃあこれ告知ですか。お笑いより、まあ、じゃあ、じゃあテレビ見るわな。しんねちゃん来てるからね。しんねちゃん、じゃああと一個告知。あと一個告知。大丈夫大丈夫。大丈夫。本当ない。
毎週金曜日、はい、モーニングエイトを生放送でお届けしています。聞いてください。モーニングエイト、モーニングエイトです。モーニングエイト、モーニングエイトってことは時間はあれですか？朝の18時ぐらいから8時から9時半。ボケー、相方ボケよ。やってますよ。はい、ありがとう。やってます。すごいですね。ちゃんとメモっときましたか？メモっときました。メモりましたよ。なんとかメモっていてよ。メモっときますよ。ちなみにですね、今テーマがですね、椎名ちゃん、あのキャンに、キャンミキさんなんですよ。キャンどうだよ。キャンにですね、そのなんていうんですかね、男女の良さを伝えようっていう。男女の良さ。はい。私全然わからないですよ。出ました、優等生。最後の質問です。はい、いやだって俺なんか大体あのクソ野郎が今集まってるんで。あの山内さんちょっとオブラートすみませんね。え、キャンさんも私と同じ感じなんですか？あ、潔癖ではないけど、あの一回もない。一回もない。何もないんですよ、まっさら。え、おいくつですか？やばい、胸の傷を。来月31です。うわ、リバーブかけていってましたよ。自らのミキシングで。どう思いますか？あ、でもさっきあのコンビニのトイレに入った時に、あのなんかこの告知なんかあったんですよ、あの合同高校のやつですね。肉パーティーとかあったので、それに参加してみたらいいと思います。やるなすごいアシストの仕方。ありがとうございます。でも、キャンさんは今好きな人とかいない？ああ、それ聞きたいわ。そうそう、どうせなら好きな人と。行ったらいるかどうか。いや、いるかどうかぐらいはだって行ったら。そうですよね。いいですか？そこ大事だよ。最近俺にハマってるらしいです。いや、猫さん、最近それをなんか猫黙れ。猫さん、最近猫黙れ。今違うタイミング。いや、黙れしてるよ。お笑い的におじさんじゃなくて酔っ払った。グーじゃなくて。お笑い的に笠原さんの胸元に書いてある仕事中か。何か仕事中やろ。シャッター下ろしてもらっていいですか？ちゃんと仕事して。ちゃんと仕事してます。助けてもらってるんだよ。助けてあげてんだよね。そうです。だって、ね、ほぼほぼアルコール入ってるんですもん。それは成立しないわ。なんだっけ、好きな人。そうそうそう、好きな人。いや、だ、山下さん、これは、あ、オッケー、いいよ、ちょっと、いや、もうでもそういうことじゃなくて、はい、あの、いや、今まで学生時代みたいに本当に人に好きになれてないから社会人になって、でそれで困ってるんですよ。あ、じゃあ好きにはなったことがないっていうことですか、そもそも。もう社会人になってからです。あ、社会人になってから好きな人がいないってことということですね。おキャンさん自体はなんかそのパートナー見つけたいなみたいなのはあるんですか？もちろんあります。あ、猫いる、ね、違う場合あれ、どう思う？どう思うって、もうさっきと同じこと言ってた。このコンビはこのコンビはこのスマートパンツで、コンビが、ここでちょっとツイキャスのコメントを読みました。あ、さすがキャンさん、助かりました。ミヤさんから好きなタイプはと聞かれましたので。あ、そうだ、タイプとかいいかも。はい、どんなタイプが。この質問が一番困るんですよ。あ、なかなか分かんなくて、ね、はいはい、ただでも、はい、あ、ミスタイプですか？このタイプそんな遊戯王カードみたいな。ポケモンみたいな。あの、どんな、あ、なるほど。一応ですよ、属性とかそういうものじゃなくて、はい、ではなくて、ではなくて、一つだけ自分が、あの、あ、こういう子に弱いなって思ったのは、はい、独特な声してる人ですね。はい、シンナちゃんじゃん。アニメ声だったり、あとハスキーボイスだったり、はい、はい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 、歌の上手い人だったりとか。なるほどね。歌の上手い人。山内さん、シーですよ、シーですよ。あ、もう、あ、なんだ、山内さん
とキャンさんの中ではある程度なんかある程度あるんですね。そうですよね。ハスキーボイスってことはじゃあキャンさんのキャンさんみたいな感じで。俺 FM ギノワンにいるんですよ。ああなるほど。あいる。スタッフ同士だから。ピー、キャンさん、俺がピー入れます。ピーピー。間に合う間に合う。じゃあ行ってよ。ピー行ってよ。せーの、ピーめっちゃ聞こえた、いや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 、それは山下さん、山下さん、だって俺見たことないキャンさんの顔ですよ。動揺しまくって、あんまりも安心してピンってなってたよ。なってたけど、がっつりクリアに音声に聞こえてました。なってない、ピーのもんね。これあのツイキャスの皆さん多分誤解しますよ本当に。ああこれ皆さん気にされますね。ワオとかキャーとか、はい、バラバラとか、ね、大丈夫でしょ。いやいやいや大丈夫。えこうるさい。なかなかないですよ、ラジオ局の内でうるさいって怒られる人。ね、しかも、なんならラジオちょっとうるさいぐらいがね、うるさいは面白いです。スタッフがパーソナリティーにね、ね、とりあえず手に持ってる鬼殺し捨ててきてもらっていい。しかも、さっき僕が買い出し行った鬼殺しですよ、もう本当に。さあ、ね、せっかくシーナちゃん来てくれてるから、はい、シーナちゃんに話題を振った方がいいと思うんですよ。そうですね、はい、聞きたいですね。ですよね、はい、振ってください。それこそだってやっぱりもう今出た好きなタイプとか気になる。さすが、好きなタイプできる相方だね。そんなにできない。ちなみに、え大丈夫、ナルトラさん、チェリーボーイ、カリ、ダイニングです。そこで当て出すんですか。そっち戻らなくていいじゃないですか。一回仕切り直して好きなタイプに行ったじゃないですか。とりあえずまず好きなタイプ聞きましょう。水属性がやっぱり好きです。もういい。もういい。ポケモン終わり、ごめんなさい、申し訳ないです。好きなタイプ、好きなタイプ、ありません、なんかちょっとあのガタイがいい人みたいなとか、まあでも単純な話、その髪はちょっとふわふわっとしてる人がいいとか、ショートな人がいいとか、ルックスがね、そういうルックスの、そうルックスがね、ワンポイントで、ルックスがね、まあ、第一に、あの病院によく行く人。病院に行く人ですね。何だろう、うん、体から綺麗にしてほしいって。ああ、鉄壁だ。鉄壁だ。これは健康な方がいいっていうことですか。健康じゃないです。なるほど。綺麗な方がいい。なるほどね。中からね。体にガタがある病院よく通院してる人ではなくて、ちゃんと定期検診なり、そうですね。なるほどね。はい。え、じゃあなんかちょっとめっちゃタイプだけど、この人ちょっと内臓の調子悪そうだなみたいなのだったら、こうげんなりするみたいなことですか。そういうことじゃなくて、はい、あの菌がいると嫌なんですよ。あじゃあもうこの人間界にも向いてないかもしれないですね。なんなら常時ガスマスクみたいのつけて動いた方がいいかもしれないですね。まあ、簡単に言うと、はい、あの虫歯とかある人が無理なんです。そう、虫歯とかがある人。虫歯ありますか皆さん、大丈夫ですか。いやでもそんなこと言ったって、人間誰しも虫歯はあるみたいですよ。あって、それがあの歯にちゃんとこう悪くするかどうか。なんで俺いい医者みたいな。虫歯でめっちゃ話膨らまそうかな。動揺してる、うん、動揺してますね、やばいわ。虫歯で話膨らます人もいないよね。いないですよね。めっちゃ今空気入れますよね。話題に、ね、どうぞ、ね、あ、確かに、ちょっとじゃあなんか綺麗好きな人の方が、綺麗好きな人、ね、じゃあ結構その選ぶ人って難しくないですか。そういった男性ってなかなかいないよね。そういう研修受けるっていう人ってなかなかいないですよね。まあなんか気になったら、まず病院いつ行ったぐらいは、はい、そう、行きますね。保険手帳見せて。今横で勇気がね、感覚抱えてわ、やばいでしょ。いやー、面白いですね。面白いでしょ、やばいわけよ。あれ、FM ギノワ
ンに携わってる人ってみんなヤバいよ。ヤバいよ。一見さ、いやいや、そんな感じしないじゃん。ヤバ、はいはい、いわ。でもさっきちょっと考えてる時に、なんかあの、ほっぺたをちょっとぷくってしたのがめっちゃ可愛かったです。あ、どうですか、可愛いとは。すごいよ。あのさ、あいつめっちゃ虫歯ありますよ、あいつめっちゃ虫歯ありますよ。でもあいつめっちゃ虫歯ありますよ。おいおい、攻撃してるから。相方の声の叫んだ。めっちゃ虫歯ありますって叫び方、どんな叫び方してるのおかしいだろう。たださ、はい、一回、はい、じゃあ、きんぴらのラジオに呼んでほしい。あ、僕は初、僕はきんぴらのって言って沖縄 FEC で、はい、知ってます。知ってるんだ、ありがたいです。知ってないだろ。沖縄テレビにいたんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。え、あ、じゃあ僕たちがその O1 グランプリとかやってる時に、あ、そうなんだ。そうなんだ。すいません、ちょっとあまり目立たなくて申し訳ないです。僕らも。あ、じゃあタイミングが合えば。ケンサンピンとか番組に出てたんですよ。あ、出ました、出ました。そう、ケンサンピン、最近もう終わっちゃったんですけど。見てない。俺なんか知らないよみたいな。ケンサンピンとかさ。読みたい。あ、そうなんですね。読みたんじゃないです、カデナです。突然な。それ言いますよね、読みたんとカデナの人言いますよね、うん、僕なんか芸人にモコモコ戻しって読みたん出身のやつがいるんですけど、うん、あのカデナギリギリの読みたんに住んでるんですよ。で、いつも事務所那覇に来るときに俺読みたんから来てるんですよって言うんですけど、いやいや、もうほぼカデナだろみたいなやつが、そのギリギリはやっぱり重要なんですね。重要ですね、カデナか読みたんかは重要です。コメントいっぱい入れてる。いっぱい人が集まってきた。あ、どんどん来てきましたね。はい、ここで皆さんにお知らせがあります。お知らせありますよ。第2部、1分以内に終了です。終了でございます。そろそろなので、はい、第3部でまたトークを温めいただきたいと思いますので、はい、一旦少し辛抱挟んで、はい、また第3部、第3部といきたいと思います。まだここで折り返しですからね。折り返しになりますので、ね、じゃあこのタイミングで帰る人は帰ってください。ありがとうございました。皆さんどうもありがとうございました。で、今来たんですよ、第3部。もみさんもね。で、しーなちゃん残りつつ、残りつつ、誰か入りますか。いやいやいや、ナルトラスターはない。まあ、次こそチェリー話をね。チェリー話をね。ナルトラスターチェリーじゃないでしょ。本筋の話が全然できてないんですよ。ナルトラスターキャラって言われてる。キャラという。キャラって。その人は誰だと思ってますね、今のところ。キャラですか。おしげさん、私の山内さんに取られてないし。はい、じゃあ CM 入りましょう。ツイキャスは多分そのまま流れてますよね。はい、流れます。大丈夫、俺見てないから。あ、連れてこなかったんですね。置いてくれよ。こっちへ行か。はい、よろ。なんか、色が全然変わりますね。ギャラリーやろ。もう誰がパーソナリティで誰がギャラリーなんかもうよう分かってないですから、本当に。くっさいよ、ここ。さっきなんか女の子いたのに、今、ゼロ。ちょっとよし、シーナですね。あの金曜の朝のでモーニングエイト。チェリーの味がいくよ。チェリーの味いくんですか。お姉ちゃん、あの立っててもいいから言っといて、一人が言っといて。悲しいだろ。じゃあ傍観者してください。写真で送っといて。あ、じゃあみんなの、あのじゃあフェイスブックにアップするの。あ、え、スタッフするの。どのするの。アップするの方に行く。はい、俺のスタッフするの。あ、僕が、あの挨拶します。はい。ツイキャスの方は今全然声が入ってますので。
熱いけど声減ってるんで、いや今の言葉もみんな流れてるってことですね。チョコリームさんが一気に絵面が低下しましたって書いてあるんですけど。そりゃそうでしょ。もう最悪だろ。私もいます、よろしくお願いします。チョコリームさん、東京でこの時間まで見てんだね。そうです。暇なんか。いや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 、お忙しいとは思いますけど。いや、嬉しいですね、本当に。チョコリームさん、奥さんが綺麗だもん。で、タイガさんをまた岩手から聞いていただきますかね。岩手、岩手、岩手、はい、すごい。俺携帯どこ行ってやるの。普段トークは北海道から聞かれる方もいらっしゃいますか。携帯はどけっていうコーナー、コーナーで。はい、では間もなくです。そうですね、山形からもありがとうございます。もう本当に睡魔と戦いながらもありがとうございます。俺始まったら向こうのミートです。チャレンジ。はい、ではこの CM が明けたら始まります。タイトルコーヒー行きますので、そっと下げてからまたマイクを。アツコの夢は夜開くパート3。アのー手伝ってる。申し訳ないけど絵面本当に汚いよね。なんかね、なんか汚いよね、多分ここでラジオを切って寝るね、みんな、うん、多分ね。ここでやっぱりキャンちゃん、はい、キャンちゃんと何ちゃんだっけ。あ、ナルトラですね、はい、うん、はい、の、二人童貞なんでしょ。はい。それを、まあ、解決する方法をこの5分ぐらいで見出そうよ。5分ぐらいです。5分5分ぐらいで。だから、アピって僕と、お金発生したらもう、逮捕されるそこを してくれる人してくれる人というか、あら、募集ストレートですね、ほんと。もう、人間じゃない。教授にだよ、教授に。教授に。今聞いてて。人間あらごとあれでも、なんこちらもいいじゃん。ヒージャとかおんごとは。ヒージャ。それ、昔本当にあった話らしいですよ。やばいよ。それダメです。聞こえないです。ヤギは食べるもの。いやー、ですね。私ですね、まあ、それもまあ確かに30超えてますので、やはり経験しないとなとは思っているんですけど、ちょっとですね、個人的に思うところはやっぱりちゃんと恋愛したいなって思うんですよね。いや、逆に言うとちゃんと恋愛してなかったの、これまで。そうなんです。いや、だから そこなんだよ。それが問題なんですよ。考えすぎだと思うで。はい。どういうこと。だから相手から思われることが恋愛と思ったんで、自分が好きだったらもう恋愛じゃないの。ああ、そうだと思うんですけど、そこに歪んでた、遠慮しちゃう自分がいまして。ミスタートラ、ミスタートラ、はいはいはい、ミスタートラもそうなの。僕の場合はっていうか、僕恋愛はね結構そこそこしてきてるんですけど、言っちゃあれですけど、ただね、これがまたうまくいかないままに、このうまくいかないのがわからん。なんでうまくいかないの。好きっていうだけに相手に嫌われるとかなんとかでも別問題じゃないですか。そうですね。ね、ちょっとそれが怖いかったんかもしれないです。はい、うん、はい、ああ、そうなんかな。あれは沖縄だったら昔ウージバって聞いて、外沖バって聞いて、わかる、うんうんうん、サトウキバタキってわかるでしょ、うん、だから昔だったらな、こっちにそう引っ掛けらしいって押して押してから、ダメダメダメ、犯罪、これ犯罪、それ犯罪、ダメダメ、あ、かもしれん。昔ね、もう足首とかいろいろあったりね、あったりしたけど、うん、あれとはまた別、今の話は、はい、すぐ引っ掛けらしいと言ってごらん、すぐ引っ掛けらしい、
すぐ行けらしですか。すぐ行けらし、すぐ行けらし、うん、あれあれよ、あの大外刈りよ。やっぱよ、サトウキビ畑で大外刈りって言ってるわけよ。内股、内股、内股、内股でこう倒して、すぐ刺し殺し、刺し殺しの意味が、こんな話してたら絶対余計に筆下ろししなくなるね。刺し殺しってなんか今もこうツイキャスの方からもね、人間の本能で穴があったら入れたいと思うはずなんだけどなとか。ヤンバーね、いや本当そうよ、俺本当思春期そうだったもん。俺電信柱の穴とかももうもういや本当にいやあいいんだろうなとか、だから穴とかね、そうそうそう、ホールっていう、あのセミとかよ、そう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 、ホールっていう言葉にどんだけ燃えたか。よちありがとうさ、ぬたありがとうさ、あゆあとこれ待て待て待て、今急にね入れ替わって誰が誰が喋ってるのか分かんないかもしれないんで、はい、まず一旦ですね、はい、もみさんからじゃあ自己紹介お願いいたします。あはいはい、あ毎週水曜日夜9時にたまーによなフリムで喋ってる、はいはいはい、シャイリータロード周り、はい、MC もみえび、はい、そしてまたパート2からなぜか一人残っているナルトラとよろしくお願いします。同じくフリムーンラジオ水曜日9時から出てますんでよろしくお願いします。無理すごい人、本物本物本物ね、本物ですよ。浦添ののりと言いますこんばんは。こんばんは、リスナー代表で、今飛び込みで入らせてもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。宜野湾市観光振興協会にいた高橋です。あいついい男だったよな。惜しい人をなくして、もう本当にいい人だったな。2、3年でたまらない。とりあえずお前早く紹介して、観光協会にいた高吉の友達の中村です。中村さんもお店早く宣伝して。お店お店お店、あ今ちょっと休憩中。春菜創作工房中村っていうお店で、この敦子の知らない世界の本当に珍しいぐらいのスポンサーの一人ですね。一人でスポンサーさんなんですか。ありがたいですね、本当に。寂しがり屋だから月20万もらってます。一緒今日もお料理ありがとうございます。もうさあ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 してからさ。じゃあ本題に移ろうや。あれどうやって、筆下ろしできるか。だからや、これ本題だったんですか。気持ちよさを知らないし、はい、例えば今日ちょうど女性いるじゃない、はい、女性、はい、たくさんいらっしゃいます。今マイク握って、多分さ女性は喜んでないんじゃないかなとかって不安があるでしょ、はいはい、エッチしたときに女性の気持ち聞いてみ。ちゃんとエコー聞かし、今ちゃんとエコー。何を言えばいいの？一応ね、エッチした時の横文字で。嫌なのか嫌なのか好きなのか。いやでもそれはあれじゃないですか。好きな人だったら沖縄バージョンと。だから女性の人はその好きな人だったらいいっていうか、なんとか良さ、うんうん。好きな人だったら。うんうん、じゃ。嫌いな人だったら嫌いな人はやりませんよ。やらんよな。やりません。今言ってるおかしいよな。嫌いな人はやらんて。怖い。もみさん、また待て全然解決になってね。この二人の幸せのために話進めよ。好きな人が今実際いるのかも結構あれじゃないですか。マイク入ってない。二人は好きな人が実際今いるのかどうかがだいぶ関係してくると思うんですよ。へい、はい、近いうちにそれをなすかどうかは。そうですね、僕は、うん、好きな人はいます。おー、じゃあ早いじゃないですか、私は。なんか逃げたような感じだな、キャン君うまく逃げたような感じだな。そんな、だからさっきも第2部で少し言いましたけど、学生の頃のように本当になんか人を好きになるっていうのがあまりなくなってしまったがために余計躊躇してしまってる自分がいるんですよ。
だからどうしたらいいものか、どうやったら分けることはできない。例えばあの、はい、感情と、はい、感情と快感を求めるのを分けることはできない。そうですね。でもオナニーするだろ。はい。まあそれはやっぱりあの生理現象ですからね。うん、だろ、はい、これと恋愛感情ってないだろ。はい、ないだろ。ないです。だからそこと同じように分けて考えたらそこまで難しく考えることないんじゃないの。はい、まあ確かにそうですね。だろ。はい。気持ちいいね。ただそこまで女性から求められることもほとんどないので。いや、でもそれは男性が、男性がちょっと求めてくれないと、はい、女性から求めることは。だからそう、男が積極的に感動あるさよ。そうだよそうだよ。でも好きでもない人にさせてくれっていうのがなんか嫌だなって思うんですよね。いや、好きでもない人にさせてくれって言わんよ。だそうね、ただね、嫌いじゃないよ。はい、嫌いじゃないよっていう時に、はい、そういったところにあの俺さよく言うのはあのやっぱり人間って言っても動物じゃない、はい、要するに生殖本能っていうのがあるよ。子孫を残したいっていう本能で動いてるっていうように自分に言い聞かせるわけよ。あ、俺がこうやって口説いてるのはその中にあるんだな。そう、自分もあのこれは少しあるけどあの分からん要するにただのスケベやんば俺。それをどうやって自分を正当化するかっていう。はい、うまくね。うまくですね。はい、でだから俺はそれからわざわざ来たの。こんな遠い浦添からね、うん、ありがとうございます。タクシー乗って1500円くらいよね。あ、車で来ましたよ、ね、車で来ました。飲まないです。はい、じゃあ、あの今奥さんもいるでしょ。入ってますよ。いるでしょ、うん、で、この奥さんとの慣れ初めとか聞きたいな。いいね。あー、奥さんの慣れ初めすごいよ。逆に興味あります。逆にだってあのこの二人はめちゃくちゃ興味あると思うんですよ。っていうか、俺も興味あるしね、他人の慣れ初めとかね。よちお前、お尻さん行こう。ちびよ、ちびよ、壊れた。放送中にあの生セクハラやめてください。一応流れてますから。放送中ですよ。進めようや。はい、ということで、うん、そうですね、やはりあのどうやってやっぱ知り合った結果やっぱ結婚まで行ってるのかなっては興味ありますよね。お前自己、ね、自己といいよ。そうなんですか。そうだね、自己ありえないことが起きるんだから。いや、あのこの中村真嗣は、はい、自己で確かに、だって離婚したからね、最近。それは自己よ。最近離婚したから。離婚した最近ではないけどね。どれぐらい前か。もう家族いる姉さん。だからそれは事故ですよ。だから俺それから来られたリスナー代表はちゃんと今結婚してるけど事故ではないですよね。事故ではない。沼津さん、ただ沼津さんな事故で結婚。もうおじいちゃんもなってもうあれだから、もう人生経験豊富だから。うん。ね、先輩も幸せじゃないですか。まあ遠いところに孫がいてますけど、うん、会えないですけど。あ、僕も一緒。僕千葉に孫がいる。へぇ、そうなんですか。うち鳥取なんですよ。鳥取っていうとなんか砂丘っていう。あ、そうですね。砂丘しかないよね。もうこっから便が悪いんですよ。あ、便でしょ。便じゃないでしょ。あの飛行機の方ですね。飛行機はね、はい、確かね、鳥取なかなか行かないよね。一日潰れるね。そうそうそう。直急便ないないない。直急便関空で降りて、そこから乗り継ぎって形です。関空、いや、伊丹で降りて。伊丹で、伊丹なの。そっから、新大阪行ってから新幹線乗り換えて、で、広島まで行ってからローカル線に乗り換えて。大変。広島まで運動から、あの、タンザニアに行くみたいな感じやろ。タンザニアほんで孫を見に行って用水路に落ちて怪我しかに。はい。孫、お孫さんっていくつなんですか。上が10歳ですかね。で10歳こんな大きな孫、いくつなんですか。50で10歳の孫がいる。
ちょっと待ってくれ。ちょっと計算してみましょうか。大丈夫。20歳で結婚して子供が生まれて、20歳でこの子供が子供を産んで、したら50歳で10歳になるよな。そうです、そうです、そうです。まあまあまあ、まあ、そうです、まあまあまあ、普通だね。ちょっと年齢はずれてるけどね。いや、あの、こっちが15で子供を産んで。いや、うちは24で。あ、じゃあ子供が早かったんだ。子供が17で。あ17あ。でも、こんな早くで孫見えて幸せですね。すごいやんね。孫可愛いでしょ。まあ、でも孫いる人。うち孫じゃないか。いないでしょ。多分いないよね。あ、こっちはいるけど、多分あの、あ、そうだ、興味ないと思う。いや、孫可愛い。可愛い。孫いるんですよ。めっちゃくちゃ可愛いよ。めっちゃ可愛いな。いや、だってみんな言うよ、あの俺一回ね、同級生で喧嘩したことがある。孫の可愛さについて。いや、孫ってやっぱ可愛いから、なんていうのかな、無償の愛とか、責任がないとかっていうあるじゃん。いろんな愛が可愛いってあるけど、俺の同級生になったのが、どうやっても自分の子供にはかなわんよって言ったわけよ。確かにそれはあるよ、あるよ。でもかなわんわけじゃないわけよ。かなわんわけではない。自分の息子娘ももちろん可愛いけど、どれ優先順位つけられるぐらい孫も可愛いから。で、それを言ったのが、ああ、お前が言ったの間違えてるって、俺間違えてるって言われたわけ。絶対子供が可愛い。お前が言ったの間違えてるって言ったのは孫いないんだよ。孫いうないの、お前孫生まれてから言えと。なるほどね。そうですね、孫には責任ないからね。そうそう、今仲良かったんで、これで喧嘩してるもんね。たまに電話かかってきたら嬉しいですよね。え、やっぱりそうなんだ。すごいや、じいじって言われたら。ああ、鳥取砂丘から。そうそうそう、言われたい。でかいや、よっちゃん最高だな。違う違う、待って、おじさん、孫を作りに行くんじゃない、子供を作りに行こう。だから、孫を作るために子供を作りに行く。変なのが入ってきたよ、見てみろ。誰いや、いい、ほら、もう調子。今ね、ガラスの向こうになんかアザラシが。なんか見えた。アザラシが来てますね。ボエクエイショーさんから。いや、あれはブエクエイショーモドキか、モドキやっすね。モドキですね、あれはね。あのワタブタだ、タヤがあれ、あのワタブタって言ってる人がワタブタだからね。いや、あんまよ。またね、アユとの授業、俺はもうまたバトンタッチしたいな。いや、また一度じゃあここで、うん、曲、あのね、次ね、ちょっとバスケット協会のお偉いさんが2人来てるのよ。はい、あ、バスケ、そうそうそう、バスケットについて語れ、2分ぐらいね。はい、2分ぐらい。2分ですか。なんか、話せ、ただな。ただ2分。さっき言われたあの情熱がちょっと今。2分でもうブザービーターだから。でか、ゆうち。はい。ちょっと。しばらく待ってくれ、一回、バイバイ、いかん。ではここでですね、一度CD をおかけしたいと思います。はい、リンクしましょう。八木文智さんで、ニューラブ、こちらをお聴きください。はい、ありがとうございます。お久しぶりです。久しぶりです。お正月以来で、ね。なぜか。広告使われてるなぁ、もう。一回 CD を書けたんですけど。一応さっきなんかどうディトークしてるんですけどね。なんか今日はないですか。俺キャッキャッ、電話だから。あと俺は無条件、一応キャッキャ
なと思ったら、後ろの、まあ、でも正直もう10年空いてるからね。まあ、自分もでもコメントありますよ。あすごい。肌に合わなかった。こういうメンバーが来ました。どこにどうする？あ、どうこちら。ツイキャス映えしますね。そう、大塚さん、キャンさん休まずなんですよ。あ、ここに置けば大丈夫です。大丈夫です。ダメって。大丈夫です。このまま、5時まで行った方がいいと思います。あ、一度、聞いてみるともうダメなパターンです。もうダメです。ドサイモンだね。終わったら一緒にチキンシュクテルハの下ごっていうシュクロがあって美味しいですよ、すごく。ラジオで聞、RBC ラジオで聞いてましたね。ドサイモンですよね。そう、偽物ないから。どうしよう、これ自分どん、新しい新しいの。これ終わったら買えるんですか。ほんとそうですね。みんなでご紹介しますか。おまちゃん、ごめん。おまんは新しいとは聞いてるんですけど、どう見てもこれもドサイモン、ドサイモン一緒に写真撮っていいですか。ほら、RBCラジオでごまんが新しいって言ってるんですけど、ドサイモン美味しい。私見ましたよ、最近3匹いました。はい、ありがとうございます。だから俺も大丈夫。吊るすよ、そのところに吊るすよ、そのすげえ。そしたらもう、ぶっ倒しますよ。本物の偽物だったらすごい。ぶっ倒しますよ、その。クオリティのすごすぎる偽物みたいな。一緒に顔伝わるよ。なんかお姉さんはしたけど、6時半からも行くよ。あ、やばい。やばいやばい。ちょっともう、出てます。これ危ないよね。やばい、明日から許可が下りなくて気づかれてしまった。買ってきた。ダメやダメや、マジで。いや、社長が飲まない方がいいな。写真明日マスク。全然いいですよ。ちょっとじゃあ行こうか。ちょっと飲めやつ。いやいやいや、ほら、後ほど撮っていいんで。いやいや、ほんと。いい？はい。入ろう。入ろう。入ろう。OK。はい、行くよ。あ、こっちだよ。行くよ。うい。あー、でも、簡単にして、こういうふうに限定して。どういうこと？ごめん、ごまんもアナザンスちょっとやって。ちょっとやって。OK、OK。行くよ。アザラシポーズ。どんな？あれ、すごい、ありがとうございます。じゃあ、雪のでも撮って、エコさん。はい、あの、ゴールド。これね。言ってる、言ってる。今、忘れてます。これは、今は CM 中ってことです。あ、今、曲中。曲中です。曲中だから、今日何かあったんですか今日。いや、偽証仕事終わって、偽証、はい、これで仕事してるんですか。偽証それはないだろう。偽証、はい、じゃあ、じゃあ、もう一回ごま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 さすが分かってるね。じゃあ、ポーズ、ごまポーズいってみようか。あと20秒でもマイクあげます。はい。本当に撮れたの。すごい。撮れてる、1枚だけ。一応撮れてる。はい、お聞きいただいた曲は八木文友さんで You Love でした。ということで、ここからはですね、はい、後半戦参りたいと後半戦、イエーイ思います。新たにメンバーも変わりましたので、そうですね、なんかすごい固有感じのメンバーが来てるので、皆さんぜひ自己紹介を、紹介からお願いいたします。どうしよう、白い人からがいいのかな。いや、最後でいいんじゃないですか。最後で、じゃあガンガン喋るやし、ごえく先生みたいな人がいいんですかね。西町のごえく栄翔です。シュン西町のごえく栄翔さん。いや、スペシャルゲストですね、本当にね。スペシャルゲスト、スペシャルだね、スペシャル。そしてそして、そのペットです。ペット、ペットなんですか。飼われてるんですね。すごい。
いやー豪華なゲストが来ていただきました。ね、どっかで見たことあるようなゲストがね、本当に来てくれましたね。ここはですね、はい、お二人のクオリティ、後ろにいるきんぴらごぼうのお二人にコメントいただいた方がいいかもしれません。そうですね。違う、これもう話すとすごい説明が必要なんです。どういうことですか、どういうことですか。僕なんかの FEC って事務所で、はいはいはい、音楽レーベルがあるんですね。はい、FEC の音楽レーベルの。音楽レーベルがあるんです。はいはいはい、でその中に、大金のぞみさん。大金のぞみさん。さんとか、はい、五役栄翔さんが、五役栄翔さん今ね、CM とかでも、はい、はいはいはい、で、そして、あとしくはお笑い米軍基地とか作ってるまーちゃんさん、まーちゃんさん、はい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 、あの歌詞と歌を書いてるアザラシっていうグループおーこのジャニーズの嵐におー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 憧れて、ね、憧れて憧れてアイドルアザラシっていうアイドルグループがあるんですね。アザラシ、アザラシです。アザラシが飼育員2人、調教師1人、アザラシ3頭のユニットなんですよ。はい、ユニットなんですね。そうそうそう、そのユニットがあってあってその偽物ですね。はい、偽物なんかいい、偽物なんかいい、偽物なんかいいの1匹でもないってこと。違う違う、決して本物ではない。僕たちが2人とも本物のアザラシの飼育員をやってる。僕たちが飼育員やってる。で、まーちゃんさんが、まーちゃんさん扮するチュラシマコさんっていう女の方が調教師。あとアザラシが2頭と、ジュゴンが1頭。あ、ジュゴンだったの？ジュゴンだったの？ジュゴン。アザラシではない。アザラシではない。そのアザラシの偽物なの。結局は偽物なの。なんか騒がせてるみたいな感じ。騒がせ、モノマネとかもいる。アザラシ。で、それと同じく、五役栄翔先生。別のパッチのやつで、五役栄翔先生の偽物。偽物。偽物かいみたいな感じですね。サインもらおうと思ったんだけど。はい。あ、もらっていい？もらっていい？もらっていい？偽物？偽物コンビってことですか？ね、偽物でしか殺せられない。そうそう、本家の五役栄翔先生が本家もらってる。あ、じゃあいいじゃん。すごい、先生は沖縄に著作権はないらしいので。あ、そうそうそう。じゃあ、ほんで、本家が、はい、歌って、もう、ちぃちぃちぃシャラそうなんですよ。これ以上喋ると白塗りになる。白塗りになる。新しにしますよ。新しにしますよ。ここでですね、皆さんちょっといいですか。はい、メールが来ておりますので、ちょっと紹介させていただきたいと思います。紹介こちらですね、はい、エロス山内、元井ドン山内さん、皆さんわっしょーい、わっしょーい。ラジオネーム15番目の男ですよ。ありがとうございます。チンチロリン、RBC メインですね。テーマ、コミュニティ FM の可能性、求めること。第1部で高橋さんでした、はい、おっしゃってた通り、災害はゼロの方がいいですが、いざという時のためにコミュニティですよね。はい、はい、正確な情報を素早く確実、地域の全体に滞りなく発信する役目。災害は時と場所を選んでくれませんから、はい、今後も喋り手さん、関係者さん、はい、全体に個人的見解ではありますが、あ、ちょっとこれ間違えました。全体につながる責任は重い、すごいことだと思います、はい、ラジオジャンキーの端くれではありますが、はい、応援していきますよ。個人的見解ではありますが、10代半ばに深夜ラジオに出会うまでは、はい、ラジオは年寄りの聞くものだと思っていました。テレビ、CD、ネット、エトセトラ、個人の自由ではありますが、それでも1日のうちに30分でも1時間でもラジオを聞く時間があって、ラジオが楽しいと思ってくれたらいいですよね。そうですね、はい、自分は那覇ですが、 FM 那覇の電波は入りません。あら、あれ？ FM 那覇の所長、長所、短所も踏まえて、周知、宣伝活動が肝になりますね。そうですね。長々と長々とグブーリー、ソーリー、アンシエ、またツイキャスにてということで、ツイキャスにも入っていただいている15番目の男さんからのメールでした。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてラジオネーム、進撃のめいちゃんさんからも、めいちゃんさん、メンバーチェンジしたけど説明が必要ですよね。そうですね。その深夜ラジオ、朝の4時まで終わらないような気がしますね。そうですね。
大変な盛り上がりになっております。そうですそうです。これ4時まで続くのかっていうテンションです。そうですね果たしてテンションをキープできるのか、かっていうのといかにいかにいかにあと1時間半1時間半もう局長はもはや来なくなってるっていう、はい、そうなんですよ。なんか局長さっきの中にごめん中で喋ってもらっていいなんか見てましたね、きんぴらごぼう、きんぴらごぼうでいい、きんぴらごぼうさんに振れば何でも OK、 何でも OK、 そんなことないからそんなそんなじゃあシンプルの体験で、きんぴらごぼうですか、きんぴらごぼうもはやもはやもはやですね、もはやもうなんかだってね、いろんなのが混ざりすぎてごちゃ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 してますから、ちょっとカオスな状態になってますけど、入れ替わり立ち替わりすごいですよね、いろんな人がいて、メインテーマとサブテーマって言ってましたよね。そうそうそう、メインテーマが、メインテーマが何かわからん、あの先ほどほらコミュニティラジオのすごい真面目なね、あ、展開でしたっけ、はいはい、あなるほど、裏テーマの方が盛り上がってますよね。そうなんですよ、サブテーマがキャンキャンとナルちゃん、ナルトロのあのチェリーを解消しよう、チェリーの解消法、またその話題に行きますか、あのちょっといいですか、今のところメインテーマ1で、あの裏テーマ9じゃないですか割合的に確かに確かに、これ番組として大丈夫なんですかね、普通はそうなんこれ僕不安でしょうがないんですよ。メインテーマはコミュニティのメインテーマ1、メインテーマ1、俺が 9.5 ぐらい、割合おかしい、いやーもう来た来た来た、あここでまた新たなメンバー、新たなメンバーが来ました、出た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 、ぜひぜひマイクの前でおしゃべりいただきたいと思います。あれ三振持ってない、もうあっちもういじめられてくる、いじめられた、いじめられた、話から使ってくる、何お礼キャラなんですか、すいません、自己紹介お願いいたします。僕私です。触ろうかな。これちょっと怒らないで、もう。皆さんあれですよ。これは見た共通認識で今日見た聞いたことは一切忘れてください。そうですね。はい、第2部をご覧になられた皆さん、大体予想がつくと思います。お礼会長登場でございます。言ってもらっていいですか。お礼会長伝わらないです。伝わらないです。歯にかかってるの、その辺、その辺、お礼会長は今、新しさの後ろにいますね、今、ツイキャスでね、歯の汚れをチェックしてるんです、え、見えますか、自由、いやー、何の話、何の話、ね、何の話、これ今、ここにいる誰もしもが、何の話か分からないずっとみんな不安定のそうなんですよ、ラジオ進めて、ふわふわしたままラジオやってます、そこが良さでもありますからね、まあ、良さでもあり、かなり悪さが出てきてあ、これコミュニティラジオでしかできないかなって思います、ね、そうですけどね、これわちゃわちゃはね、わちゃわちゃ感いいですけどね、なぜここまでふわふわしてるかと言いますと、はい、ミキサーを任されてる私キャンがですよ、はい、本来仕切っていかないといけないじゃないですか、はい、はい、何も資料ないんですよ、ここを仕切れたら、はい、もう神ですよ神で、僕こ の, 放送があるって聞かされたのは、うん、先週の木曜日、木曜日夕方のサザンブリーズを担当されています、はい、東さんから、あれでしょキャン君ミキサーやるんでしょ、あ局長から直接じゃないんですね、じゃないです、東さんから、キャン君あれでしょミキサー入るってよ、入るんだよね、あれさっき高橋さんが言ってたから、チェリーも入れる、チェリーも入れるって、チェリーも入れる、しかもあだ名チェリーなんです、あだ名チェリーになっちゃってますね、はい、ということで、私間接的にしか伺っておりませんので、あ、そうなんですね、どう進めていいのかもふわふわな状態なんですよ、ね、まあその頃も本当にはガラスの向こうでね、もうなんか宴が続いてますけど、お酒飲みながら何がふわふわかって、これをいじらないところが、あえて、あえて、そういう状況でもないんですよ、そうなんですよ、はい、もうだって誰しもが自由すぎますよ、ちゃんとしてない、誰もがちゃんとしてないんで、もう信仰云々とかじゃない、やばいですよ、なんですかね、でそういうこと、どこからどういじっていいかっていう、そういうことですね、来る自分もふわふわしてたし、ふわふわしてたし、
これあれですか、目は開いてるんですか。開いてる。開いてる。これ違うんですよ。これあのメイクのやり方がちょっと違うんです。違うんですか。そうそうそう。そうなんですか。僕がね、はい、あ、メイクって言ったらあれですけど、僕のあの要はあの顔の表情をつけてるんですけど。あ、そうなんですね。これ違うんですよ。違う。どう違う。惜しい。六点ぐらい。6点。何点満点中ですか。10点満点中の6点。惜しいです。目はいいです。目はこの空いてるか空いてないかメイクをしちゃうんですね。おお、なるほど。まぶたに瞳を描いて、ちょっとパッと見ドラえもんっぽい感じですよね。つぶってるのに目が空いてるみたいな状況を作っちゃう。で、このひげもいい感じで。ひげがいい感じ。はい、あの両サイドほっぺに3本ひげが生えてる。はい、これも OK ですね。ただこの、 あの鼻の下のこのアザラシ特有のぷくっとしてるマークがあるんですけど、このね、あのケツのやつみたいなのがあるんですけど、これを鼻のこの上の部分にこう丸く数字の3を横に描くように描いてあげる。ちなみに、はい、鳴き声聞いていいですか。鳴き声があるんですね。聞いてみましょう。はい、じゃあ、はい、先生。はい、一回外でまた。フルシトが強制退場って。鳴き声ってみましょう。鳴き声、はい、鳴き声。カウントダウン必要ですか。お願いします。いきます。鳴き声まで5、4、3、2、1。チャメー。そっち入ってきた。そっちだし、何してるのだし、なんか目の前に指揮してる人もいるし、しっかりしてるし、チャメーは鳴き声ではないですよ。でも今ボケとしては完璧でしたね。最高。めちゃくちゃ考えてどうしようかな。さてはネタ合わせしてんなこれ。さてはネタ合わせしてんな。そっかネタ合わせしてたな。で、そしてあの本家のアザラシはあのずっと追うだけ言って一応喋れないっていう。あ、そうなんですか。そうなんです。もうアウトだったよ。そうだから、ね、そもそもまず持ってあのラジオ向きのキャラクターではないっていう。確かに。追うしか言えない。本物はね、なぜ自分はしてきたんだろう。いや、それいいと思います。野生のアザラシだから。野生だったらなお喋らない。どこで買ったのかとか、ね、気になりますよね。どこで仕入れたんですか。那覇のドンキーで。ここまというとこの人。これラジオ聞いてる人いるんすか。これ今ですね、ツイキャス来てますよ。22人ね。しかも結構増えてるんですよ。そうありがたいな。今リアルタイム22人ですよ。すごいっすね。しかもサイズあったんだとか、本物のアザラシに生でしてとかって。サイズギリなんですよ、まあ、ギリギリ見えるか分かんないですけど、破れてる。危ないんですよね、もうなんか。あらそう。ね、糸がほつれてこれ、あら、とっておき情報言います。やっぱりこれね、ドンキホーテさんとかで買うとやっぱりサイズが限られているんですよ。はい。で、うちなんか、あの本家のアザラシの2人はあのもっと110キロオーバーの150キロとか。本家だから、はい、だからもうあの市販の全身タイツは入らないと。じゃあどっから仕入れてくるか。海外からですよね。さすが。ね、注文して2週間。そう、2週間。海外って言ったらなんかちょっとね、うん、なんかよそから取り寄せてきた、ちょっといいもんって思ってるでしょ。これ、育毛剤、海外から。あ、育毛剤使ってるんですか。ちょっと待って、ちょっと待って、には頼らんぜ、俺は。ちょっと待って、ちょっと待って、カークランド社、カークランド社の、パークランド社の、カークランド社の、カークランド社のミノキシジル。いかにも毛が生えそう。これ、アマゾンで買う。アマゾンで買う。外国のやつ。はい、外国のやつ、ね、一緒だよね。一緒、値段は全然大丈夫。日本で1620円。安っ。せ、これ多分せ、せ、いや、ちょっとまんまハゲてるじゃないですか。リアルファイブを怠けているから今。計画しないと。これに効きますかね。ちょっとツイキャスちょっとよりで、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 よ
かも。よりでよりでこっちこっち。ごえくえしょう先生のカツラ。そう。はい。はい。皆さん、ツイキャスに注目で、ごえくえしょう先生カツラを取りましたこれをアマゾンで何を頼めばいいですか。カープレント社のミノキシジルね。ミノキシジルミノキシジルあれかけるタイプだから、これ効かないね。効かない前からのやつ側は、飲むタイプ。外からじゃダメだと。でも副作用は全部の剣が濃くなるっていうのがあるから、まあ、それもあの覚悟した上で飲んだらいいです。育毛専門家のアドバイス大丈夫ですよ。僕は多分レポートかけるよ。レポートかけるし、ね、卒論かけるよ。育毛剤の育毛剤で、てっぺんのものに関してはね。どこを卒業するから、その論文書くの。ミノキシジルっていう成分をさ、もともとはっていうのを話しすると、多分ね、長い。うん、長い。朝日昇っちゃう。昇っちゃう。ミノキシジルの話聞きたくないな。リエップ5の5は、ミノキシジルの5だからね。知らない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 。ちょっとね、今熱量がね、だってめっちゃ皆さん、ここでちょっとよろしいでしょうか。かけるのに、キャンサーの話聞いてください。メールが来ております。ありがとうございます。ラジオネーム、名古屋のダンサーズです。はい、ダンサーズ、ありがとうございます。うちのメンバーがハゲ散らかしているようで大変申し訳ございません。はい。コミュニティの可能性は電波とネットの融合だということなどで思います。はい。双方向で楽しめ、テレビではできない即答性は、はい、絶対面白いと思います。また災害時にはこの即答性がとても有効だと思いますよね。といった感じで真面目に言っちゃっていますが、深夜ラジオで育ったダンサーズには放送コードギリギリトークが体がうずきますよ。余談ですが、映像を見ると、タイツが近藤さんに見えました。あらー、大事大事。ということで、以上、ラジオネーム名古屋のダンサーズさんからのメールでした。ありがとうございます。ありがとうございます。半ペン一番ラジオを聴いてる皆さんがしっかりしてますね。そうですね。一番冷静。そしてですね、もう一通来てますね。はい。こちらはですね、タイゴさんからです。タイゴさん。はい。はい、こちらさん。はい。こちらですね、ゆうきちゃん以外は皆さん、はじめまして。はじめまして。山形の、FM コミュニティラジオに近いにもかかわらず、自分の家が入らず、どんな番組やってるかもわかりません。それに比べて FM ギノワンさんは番組が多く、マジ楽しい番組が多いと思います。ありがとうございます。地域の情報大事ですが、やっぱり楽しいと思ってもらえる方が、聞いている方、確率が高いかと思います。はい。裏テーマ、キャン君ビビらなかったら卒業できるぜ、ファイト。おお、ビビらなければってことですよ。はい、タイゴさん、アドバイスありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。卒業できるぜって、あれでしょ、キャン君ってのは、キャン君でしょ。はい、はい、僕です。卒業できるぜってのは、あの、卒業できるチェリー、チェリー、チェリー、チェリーでございます。でございます。でございます。はい、いや、サザエさんみたいに言わないでください。チェリー、チェリーでございます。言われて、おっ、なんか、うまい。半分まで覚えてない。半分。これはちょっと、曲止めてやった方がいいやつ。いいです。曲止めてまでやらない。やってもいいです。やってもいいですけど。チェリーでございます。聞こえてきた。聞こえてきたよ、今。俺どうなってんだ、今日。いろんなもの捨てた気がする。そう、いや、だってもう夜3時で、夜中3時ですから。もうみんなテンション、歯車もおかしくなってきてます。終わりも近づいてきていますけれども。はい。まだまだメールは募集してますんで。そうですね。アドレスをここで言っときましょうか。はい。はい。797@fmgino1.com。797@fmgino1.com。ツイキャスの方もどんどんコメントよろしくお願いします。はい、お願いします。キャンさん、トイレ大丈夫って言われてますか。大丈夫ですか。はい、ツイキャスでシュプリームさんが心配していただいてます ね。あ、大丈夫ですよ。キャンさん、ね、ミキサーの下の方にペットボトルを置いてます。そんな過酷環境じゃないですか。そうなんですよ。実はですね、隠してるものがあるんですよ。どういうことですか。嘘です。あれすげえ、俺てっきりパンパースかなと思って。いや、実はですね、シーツマンデルとかでしょ。いや、シーツマンデル今日あったけど、なあ。
もういいもういい死につまんでもいい死につまんで尿意を抑えるって初めて聞いたけどなということで今あやっと局長が戻ってきました。そういうあちょっと今ミーティング中ですね、はい、今ミーティング中、はい、ちょっと休憩させた方がいいと思います。ちょっとお手洗いタイムだけ少し休憩したら自分持たなくなるなるほどなるほど。いや分かりますよ、一度かけた拍手はね簡単に止めきれないですからね、はい、どういうことテンションが意外にあれ今ちょっとトランス状態になってるでしょ。そうですそうです、今ちょっと楽しくなってるんでいろんなものを捨ててきてますからね今ですね家でなんか今あれをあれ俺のあれしてよ。あれよあれよ。このスタジオから出て何かいろいろ吐き出してしまうと、すべて吐き出してこんな。カオスカオス。みたいな感じになりそうなんで、それはちょっとやめた方がいいかなと。そうですね。まあまあまあ、なんといってもあと1時間ちょっとですからね。そんなもんですか。そうですよ。早いですね。第3部もあと12分で終わりですから。もう意外とですね、終盤に回ってるんですよ。何もしゃべれ。何もしゃべれ。あ、トイレタイムの間、スピッツのチェリーお願いします。あ、チェリー、あれいいリクエスト来ましたね。チェリーチェリーが入ります。いいですね、チェリースピッツのあ、そうだ、チェリー話といえば、そういえば、はい、アザラシさんとゴエク先生のあ、聞きたいですね。聞きたいですね、ビデオでチェリー話。そう、今日裏テーマが、そうチェリーさんにそういう初体験の良さを伝えましょうっていうテーマなんです。ちょっとハムってされた話もいいからね。ハム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 の話。ハムの話。チェリーでだからもう初体験でもいいよ。そうそう。とりあえずね、見たいみたいな。チェリーのハムの話。そうそう。まだなんだ。まだなんだ。チェリーまだではない。まだではない。なんかそれらしいことはなんかしたようなの。じゃあ、アザラシさんからいきましょう。そうそうそう。なんか C までしたことある。C まで。C。また古い。出てきましたよこれ。C です。これ80年代ぐらいの映画でしか聞いたことない。なんかそれらしいことはしたことある。なんか C って何かな。やっぱりこれあれですか、その動物園とかでやるんですか。アザラシだけに。あ、でもそうだよ。そういうこと言えばそうかそうか。水の中おおっていうわけですよね。それ何の声ですか。いいのよ、ね、いいよ。興奮した時哺乳類は大体おおおって言う。なるほどね。哺乳類は何の声で哺乳類は全部おお哺乳類でしょ。哺乳類は大体おおっていう。人間って聞いたことない。おおって言うでしょ。おお言うかな。言うかな。そういう性癖なんですね。おおって俺のパートナー言うよ。じゃあやめましょう、そういうの。とりあえずじゃあね、そうそうそう、あー、まずね、アザラシさんのチェリーの卒業話を。はい、そうですね、卒業話、すいません、もう今卒業話。はい、まだ卒業話、実は創作でもいい。あれですよ、ツイキャスが誰が観音小説みたいな話しないって、そういうんじゃなくて頬を抜いた。なんか簡単にでいいですよね。ね、なんか実は、実は、あ、実は、実は、あれ、あれ、本当は、いや、あれ、C って言ってる時点でもまだ、いや、C なので、C がわからないです。お前の中の C は何だ。C はクリケットの C ですか。C、誰もしないそんな、そんななんかイチャコラはしない。イチャコラ。大丈夫、したこと大丈夫ある。これは、あの、場所場所はね、これ、自分に嘘の、なんかそういうエピソードを植え込んでるみたいな。あれはしたと思っているんだったらある。あー、あれだ。すみません、この人多分ヤバいタイプの。なんかちょっと、ツッコミしにくいような話ですね。本当はやってないけど、自分の中であれは成立してるもんだと。なるほど、ヤバいですね。ちょっとヤバいかもしれない。じゃあ、A 翔先生いきますか。A 翔先生。A 翔先生、はい、あれ実は普通にやられちゃいましたって。あ、逆に相手側がアグレッシブに来てみたいな。ちょっと年上だったんだ。あ、え、いくつぐらい。年上の写真の普通さ、こういうのそれは分かんない。肘でゴリゴリ。じゃあ普通じゃないよ、これやらない人。これ異常ですよ。一体後ろ見えないから何してるか分かんないですよ。ゴリゴリって何。普通じゃない。大体普通はこういう年上あれだ、マサヨシさんが一番やばいな。そうそう、だから見えないところでやろう。大山寺会長、マジでやばい。大山寺会長危のいや、これには触れないときましょう。これには触れない。これに触れたらもう広がりやばい。年上ってことは結構年上。いやいやいや、自分が17
17ってことで、ね、20あーじゃあ半分ちょっとぐらい20ちょっとぐらい、はい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 、前半ぐらいですか。前半ぐらい。でもそれ17にしたら相当お姉さん、お姉さんの人ですよね。遊ばれた的な感じ。遊ばれた、どこでどこでどこで場所どこでどこで相手のお家で、相手のお家で、いいですね。おもおも、いや、思うんだよ。思うじゃない、思うじゃない、思うじゃない。一応、ここで言うことじゃないけど、現妻見てるから。ここで言うことじゃない。そうなんです。ここで言うことじゃないけど。さあ、じゃあ、ここで先生のチェリーはちょっと、置いといていいですか。先に、あれですよね。いいかな。もういいかな。局長が言ってるんで、ちょっともういいかもしれないですね。あの、メールが来ておりますので。メール行きましょう。じゃあ、まやさんお願いします。え、メールどうやって、メールのページがあります。ですね、はい、めいちゃんから来てます。めいちゃんさん、テーマやいろいろ送ってるんですが、はい、なんだかリクエスト曲も一切受け付けてみないみたいなので、わ、はい、からないので、はい、読まれそうにないので、はい、しかも12通送ってますのに、めっちゃ送ってる、めっちゃ送ってる、やるな。あの、これね、もう大クレームですよ。いやー、大クレーム、ありえない、公開大クレーム、公開大クレーム、めちゃさん初めてですね、ここまでの大クレーム。誕生日だったのに、はい、昨日が。あー、すいません。これはじゃあアザラシさんのせいということですね。ちょっと待ってください、あの偽アザラシですよね。偽アザラシ呼ばれそうにないのでじゃあ、偽アザラシさん、じゃあもうちょっとなんか責任取ってくださいよ。ちょっともうなんか一言言ってください。一言言ってください。まあまあ、おおって聞こえたとき、おう遅い、遅いからもう、おうって言おうとしたら入ってきたじゃん。なんか溢れ込みたいになってるじゃん。何類共通ないそれ。共通のどっかも忘れそれ、押しますね。すごいな。続いてもう一つ来てますよ。マウンテンさんかな。函館マウンテンさん、函館マウンテンさん、はい、山内さん、スタッフの皆さん、こんばんは。はい、ご役さんではなく、ご役さんですか。質問です。ご役さん、新婚生活どうだべか。あら、あら、新婚なんですか。新婚です。あ、そうなんですか。あ、そうなんですか。今じゃあ、新婚生活、新婚生活だって。いやいや、帽子のキャップ外す感覚で、あ、どうもじゃないですよ、カツラを。新婚どれぐらいですか。どれぐらい、今何月、2ヶ月ぐらいです。マジで新婚じゃないですか。ほやほやなんです。ほやほやほやとこだ。じゃあ、イチャイチャ自慢してください。イチャイチャ自慢。イチャイチャ自慢。一応、ちょっとプッて触ったら、もう触るなって言われます。あー、爆発しちゃうから。いや、爆発しちゃう。人間爆発、みんな爆弾みたいな。日頃ずっと触ってるんで、もうあの、触るなって。ちょっとめっちゃ顔にやつかせながら、こいつは言ってるじゃないですか。っていうのろけね。しかも今、肌触ったら、ほら、ついてる。ついてる。だから、こうやったら、こうやったら、ついてる。ペタッてやったら、ついてる。知りたい。知りたい。もはやよくわからない。死に楽しそう。ごめんね、これつけないほうがいい。つけないほうがいい。ごめんね、ごめんね、ごめんね。超ごめん。あれなんですよ。超ごめん。ちゃんさん、山内さんの初体験聞きたいって言ってました。山内さんの、そうだ、一人だけ行ってない。山内さん、自分だけ人に振っといて。そうだそうだ。僕、ね、どこまで行った。島で行った。島まで島までは例えが古いんだわ、それが。僕ね、ちょっとね、なんていうんですかね、山のちょっと低く感じだけど大丈夫。え、最終的に切り落としたみたいな話です。どういうこと。切り落とされたの。切り落とされちゃったの。違うんですよ、僕、はい、酔っ払ったら、あの、なんていうんですかね、元気にならない。ああ、わかります。ありますよね、アルコール入っちゃった。ああ、そうですね、うん、そうですね。で、この、なんていうんですかね、最後まで、この、できなかったみたいな。あ、これが初の時にってことです。初の時なんです。はいはいはい、初体験いつですか。初体験はちなみにおいくつの時に。僕その体験が高2なんですよ。はい、高2。あ、違う。あ、高2で飲んだ。高1だよ。飲んでるって何ですか。あ、もうするか。さすが。俺めっちゃさすがですよ。わかります。できる相方。今ちょっとあの、すいません、あのマイクに入ってなかったので、もう一回だけ言ってもらって。何あれですよ、スポーツドリンク飲みすぎたらってことですね。そうですね。まんま言うんだね。ポカリとかのね、そうそうそう、成分がね。そうそう。それで、
なんていうんですかね、苦いみたいなね。苦い。苦い思い出。ああ、そうそう。びっくりした、びっくりした。何の苦いかも。スポーツドリンクが苦いとか。あるある、わかりますよ。歯磨いた後とかにね、スポーツドリンクが苦いからね。いろいろ苦い、苦い。違うんですよ。だから、結局、なんていうんですかね。この、自分を責めるわけですよ。リアル言うとね、俺のこのこれは何だと、はい、山内ジュニア、ジュニア、おい高校生だぞと、真っ盛りの時期に、時期に何ポカリごときで落ち込んでるんだと、落ち込んでるんだと、はい、そういうのを背負いつつ、はい、背負いつつ42え、長らく背負ってますかね、背負ってますよえいやー、いい会社怖い、あ、すごい、あ、ねーすごいじゃん、今ギャラリーね、FM のギャラリーたくさんの方来てます、なんかすごい方々がいっぱい、ね、そうなんですよ、だからね、まあそんな感じで、そんなね、大したあれでもない、いやいや、でも、でもそれってなんか結局初だからこそ思い出になるじゃないですか、それは良きも悪きもやっぱりいいじゃないですか、初のいい、いいやっぱり初を踏み出すっていいじゃないですか、初いい、なんていうんですかねいいじゃないですか危ないよ、危ないね、俺なんか金ピラさんめっちゃ山内さん の, あのフォローしまくったなお、来た奥さん、あら、はい、新婚奥さん、じゃあせっかくなら隣に座ってもらいましょう、じゃあ、はい、チコヨレ、はい、チコヨレ、ことの前みたいなこと言うてチコヨレ、奥さんのじゃああれも聞く、あ、奥さんの一応聞いてちゃいます、じゃあせっかくだけ、はい、今日あのラジオの裏テーマが初体験で、このね、あのチェリーの方がスタジオ内にいるので、だからそれなりのことが出たでしょ、 C までやってるから、私動物園でやったらね、そうそうそう、お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 う、せいち、まんちゃんだった、まんちゃん生まれた、ミックス、初体験、これ初体験聞いて大丈夫、聞いて大丈夫ですよ、でもあと30秒、時間的に大丈夫ですか、30秒で収まらない、30秒で、はい、お願いします、30秒で、いや違うんですよ山内さん、もう山内さん閉めてください、あのこんなこと言ってあれですけど、一般の仕事の人が30秒で初体験の初体験をキュッとテーマも危ないし、そう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 、もう10秒で、ではこの後3時はね、またいでから聞いてみましょうか、さすがナルトラ、バイバーイ、あははは、これで CM 行ったし、本当にやばいなぁ普通で、普通でお願いします、アブノーマルだと多分危ないんだけど、じゃあもうまんま3時台かなんかみんなもう入ってこようとしてる、そうそう、もう3時台このあれで行って入ってこようとしてる、多分いなくなったら来るよ、あ、すごい、あのね、ママさんたちがいっぱい、ママさんがいっぱい、華やかですよ、すごい、ママさん呼ぼうよ、めっちゃ、ちょっと逆になります、あの女子が多いパターンで、女子来たら呼ぼう、結構眠くなってきてると思うね、みんな、ラジオの人が、女子来たら、やっぱり女子トークで行きましょうか、俺いてていいかも、女子トーク大好き、女子トーク大好き、女子会しよう、女子会しよう、いいやいいや、こっちいいや、ここに置いたらお酒置いたら怒られるけど大丈夫、え、誰か電話来てるよ、ちょっと女子時間にしよう、女子トーク、イエーイ、だから入りたくないんだけど、こっちになんかゾーン座ってる、女子会、女子会、女子会参加、女子会参加、イエーイ、なんかそれなりに、それなりにだよね、これ、なんかそれなりに、おっぱい B か C ぐらい。
その時にやったら、あれからまためぐみかけ触り心地のあるおっぱい、今日バンドエイドつけてないんですよ、今日バンドエイドニプロックス、じゃあ、あ、彼女サブジャッジ行ってみます、はい、髪型変わってんよ、あいつまだ1分半です、あれちょっと途中で帰りましょうね、吉木さん仕切りの、はい、この、なんていうんですかね、まだいい本番、本番、先帰らなかった、次なんか女子会みたいな感じで、すごい、いやでもなんかキース、私も出る、蝶たちが来てます、夜の蝶たち、ね、はい、前座、前座ですね、私たちは前座で、前座です、女子トーク前座、女子トーク前座で本番が控えてるっていう、ゆきちゃんイエーイってよ、イエーイ、アザラシハウス、ハウス、ここがハウス女子トーク帰れってこと、女子トークのハウス、あ、ね、あ、タイゴさん勇気だよいくらでもする、え、今マイクは入ってるんですか、うん、ただツイキャスには載ってます、あ、そういうものなんですね、電波には今のこの回は載ってないんです、目見えんから見えないんですよ、開けてよ、いや、開いてるずっと、あ、あったメガネかけてないから、あ、見えない、あとで後で帰りましょう、あ、何分か10分くらい、やばいの、すっごい華やかも、皆さん、日が変わるワンマンライブ遊びに来てください、マイさん、タイトルこれ、はい、包まれたい、もういろいろ楽しめられなかった本当に、あの子様たちにすごいのいない、あ、私の初のワンマンライブなのぜひ遊びに来てください、初子の夢は夜開く女子会バージョン、はい、来ました、はい、来ました、前半は男性で盛り上がってたので、うんうん、今10分間を私たち前座が頑張って、前座、本番が前座を頑張って、ね、任せて前座、前座をやっていきたいと思います、さらに夜の蝶たちがこれから控えてるので、はい、私たちさなぎ、さなぎ、さなぎです、まださなぎの状態、そうですよ、さなぎ、ちょっとお手本を後で見てみ、そうだなと思います、そうそうそう、まず前座なんですけど、メールも来てるので、はい、メールお願いします、紹介したいと思います、長いなこれちょっとえ、お願いします、じゃあはい、読ませていただきます、はい、山内局長、深夜勤務のキャンちゃん、ゆうきちゃん、酔っ払いメンバーの皆さん、おはようございます、おはようございます、お疲れ様です、味噌煮込みスキーです、あー味噌煮込みスキーさん、はい、リビング寝落ちから目覚めたらFM ギノワのツイキャスが賑やかになっていて、本気のわちゃわちゃ深夜放送に爆笑です、イエーイ、嬉しい、ありがとう、コミュニティ FM の可能性についてですが、はい、名古屋ではコミュニティ FM が開局しては閉局して数曲しかないのが現状なんです、沖縄ではコミュニティ FM が随分たくさんあり、それぞれ個性的な放送局が盛り上がっていて素晴らしいですね、はい、それでいて災害時には地域の大事な連絡ツールになることは地域にとっては心強いと思います、ですね、沖縄のコミュニティ FM は自由度があること、リスナーと距離がかなり身近であることが他県の自分とも引きつけているんだと思います、ツイキャスなどで、参加でき、距離を感じさせないのも嬉しいですね水曜日の21時には放送でもう少し参加させていただいておりますが、何かと寛大な FM ギノワには感謝していますよ、はい、これからもこの寛大さで楽しませてくださいね、では最後までファイティン、ありがとうございます、そして新規のめいちゃんさんからも、はい、めいちゃん、はい、メールが来ております、はい、偽アザラシさんのせいではないですよ、多分わちゃわちゃして読める時間がなかったんですよね、メール&リクエストを受け付けているならちゃんと来たら読んでいただけたら嬉しいです、ただそれだけです、はい、最後まで聞きたいんだけどな、はい、一応曲の方一応用意をしてますので、はい、またタイミング見て流したいと思います、はい、はい、そして最後まためいちゃんさんから、よかったー山内さんの初体験の話聞けて本当によかったです、ちゃんとメール全部読めましたからね私そして、コミュニティラジオの可能性はどこに行ったんだかわかんないですけど、はい、やはりわちゃわちゃと楽しい感じも大切だけど、地域と情報の、素敵な音楽も大事ですよね、はい、大事なリスナーさんのメールも大事ですよね、はい、そうですね、
ですね、もしかしたら初めての方もいるし、そうだね、もし第2回の改正があればこれだけは伝えたい、来たメールは必ず読んでほしい、わちゃわちゃを顔を止めてメールを大切にしてほしい、やります、ただそれだけです、やります、ね、これで、3時に回るすごい、もう日が暮れるまでやっちゃいましょうか、イエーイ、さあ、めいちゃんのですね、本気の、これはクレームがだいぶ本気ですね、はい、来た、とこでですね、はい、あと1回来たら白塗りにします、今もうすでに白塗り、もう白塗り、さらに、さらにするする、いや、めいちゃんもする、めいちゃんをするめいちゃんをするのめいちゃんがアザラシになる、あ、いいですか、女子会のテーマはどうしましょうか、女子会のテーマどうしますか、女子会のテーマは何か、どうしよう、あ、女子会もあれですか、裏テーマですか、裏テーマですね、裏テーマ、やっぱこの時間帯になったら、はい、普通の話してどうすんのっていう、そうですね、そうだよ、確かに男性側の話をいっぱい聞いたので、聞いたので、あ、女子のリアルな話、女子のリアルな、しちゃう、しちゃいましょう、しちゃいましょう、女子…何が知りたいですか、逆に、何が知りたい、あ、そうだ、キャンさんからの質問に、あ、キャンさんから聞いた質問に女性陣が答えるでいいんですか、はい、はい、例えば質問ですか、はい、僕みたいなやつが、はい、話しかけても迷惑じゃないですか、いや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 、じゃあ自分下げすぎちゃう、そんなことないよね、ないです、ないです、人間が喋るかアザラシで喋るかどっちが迷惑かなんですよ、ね、絶対いいから、いや、大丈夫、周囲にそういう扱いされてるからどんどん自信がなくなるんですよ、今もですか、今もです、誰それ、主に身内です、家族です、いや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 、今手挙げた手挙げたから、いやいや、山下は全然そんな対応しませんよ、本当に家族がひどいです、ということで、ということで、はい、はい、それだけちょっと卑屈な僕にちょっとアドバイスいただければ、アドバイスを、ってことは話しかけてくる人で苦手な人とかってどの人なんですか、異性、男性で、はい、ああ、女子から見て、女子から見て、女子から酔っ払い、これ酔っ払いも向こうにいっぱいいるから苦手クイーンじゃん、わちゃわちゃしてるやつなど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 、なんか局長がこそこそ言ってますけど、はい、すいません、悪魔のささやきが聞こえましたので、そうですね、なんて、ね、ナチュミさんのコメント、チェリーを相手にやったことあるみんなっていうことで、これを聞けと言われました、じゃあ誰から行く、ほんとねー、お前が言うなよチェリーはね、入ってないチェリーは正直食べたことない食べたことないよ、食べれますよ、食べちゃうチェリーって偽ってた人がいた、でも違うよね、やったらわかるよねすごい、もう至近距離で見るこのつぶらな瞳すごいっすね目合った時すごいっすね、圧が、じゃあですね、A 賞さん、嫁さんからいきましょうか、チェリーとやったことがあるかということです、はい、どうぞ、これは、あれ、自分が経験あってチェリーってことですか、相手がチェリー、あ、そうそう、相手がチェリーだったってことです、じゃあ、お互いが初めての対戦で、あ、おーおーい、あるよ、ちなみに、今考えると、どうでしたか、チェリーはそのことの情報、ギクシャクですよ、ギクシャクでもよかった、ギクシャクでも全然 OK、 よくはなかったですよくないんです、やっぱ戸惑う2人とも、初めてなのよ、大丈夫だもん、大丈夫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 、やっぱ説明書とかなかった、説明書誰がマニュアル見ながらしようえ、むしろマニュアルあります、いや、あったらすごいっすよ、ああ読みながらやりたいあ、そういうビデオみたいなのがやる読みながらね作ったら売れる、作ったら売れるか、その嫁さん友達、はい、はい、はい、チェリーヒット、はい、どうすか、まず男性経験がないので、出ました、オンコンダバンチェリーいいね、出ました、出ました、なのでこれ、なんていうの、天然記念物みたいに言わないでください
チェリーの反対のやつは何て言う？いいね。バーですね。バー？バージン。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 なるほど。はい、残念ながらこのテーマに私は乗り切れない。でもどうですか、そのなんていうのかな、夢というかこんな感じがいいな、こんな感じのことをしたい、シチュエーション的なやつはあるの。これから例えばやる人はやる人はまあやめてくださいね。わからない、わからない、わからない、考えてみよう、考えてみよう、わからないよね。自分初めてじゃん、そうそう、どっちがいいって自分初めてじゃん。つぶやつぶそんな一緒に混ぜに帰ってないんだろ、なんで自分は初めてなの。どっちがいいですか。困ったらしいよね。麻酔銃で撃ったあれね、ウイスキー山崎開けてるやつ、山崎飲んでる。じゃあまあまあ、ゆきちゃん、ゆきちゃんどうぞ。えチェリーとチェリー、いや私男性経験ないんで、あれ、あれ、怖い、すいません、あれ、あ、今の流行りですか、流行りワードですか、男性経験ないこの人は偽バージンだな、これすいません、会長、お願い、会長、これ会長どうですか、どうですかね、待ってよ。あこの辺で何か保ってるな。ねえ、つけてもいいのかな。やっつけられたい、やられた、やっつけられたい、ちょっとワックス足りないからさ。さあ、これ絶対、絶対嘘よね。嘘ですね、絶対嘘、こんな嘘さ、俺嫌い。嫌い、嘘嫌い、嫌い。わかんないよ、そんなのやってみないと。え、そうなの。なんか、俺にやるね。なんか、もう、これドキドキしてんな。手で負けるな。手でて負けるなよ。負けるなよ。いや、次もう。はい、最後、マイスさん、どうぞ。チェリーですか。はい。あります。おお、ある、ある。その時は自分は経験ありのチェリー。経験あります。防衛、防衛、二回目。防衛、二回目。防衛、防衛、防衛。そういうこと。防衛、どういうことですか。防衛、防衛、防衛。防衛、防衛。何回目かの話。ああ、自分はうーんって。あ、結構あってた。どうでしたか、チェリーは。ん？どうでした、どうでした。芝居だ。ん？芝居だ。え、でも染められるじゃないですか、自分の。いや、あなたさっき何て言いました。嘘つきやん、嘘つき。嘘つき、嘘がまめ。嘘つきやん。妄想、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 妄想。自分のキャラを守ろうとしちゃう。だから、どうでしたか、まえさん、チェリーは。いや、勢いがすごいなっていう。なるほど。逆に勢いはすごい。勢いがすごいなっていう感じ。空回りする感はある。ボタンとかどうなの、これのボタンとか。その勢い、それはでも知ってたんですか、チェリーってことは。知ってました、知ってました。ああ。ボタンは飛んだ。ボタンは飛んだ。ああ、飛んだ、飛んだ、飛んだ。無駄に飛ばそうとして。勢いが大丈夫です、キャンさん。そこで、そこで勢いが大丈夫です。さあ、ですね、ここでじゃあ、ガチのクレームが来てためいちゃんのリクエストをかけましょう。おー、はい、わかった。ちょっとね、やっぱりこのままだとめいちゃん本当に FM ギターのことを大嫌いになってしまうので。はい、そうだね。で、その曲の後、曲の最中にですね、ちょっと入れ替えを、はい、はい、行いたいと思います。それでは曲、はい、曲の方なんですが、ラハブ&ビナイで、How to… あ、How we party。 ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ楽しかった。惜しくもな。すごいですよね。水つ。はい、いい音が違ってる。今度はそこに自分だろ。いい音が違ってる。やがみはそれでも楽しいと思いますよ。皆さん風に入ってますからね。お腹すきました。
酒飲むかな、サキちゃんと言われて本当はタキシだけど今日ね、僕とっても感動したのは、はいはいはい、しきなさん、はい、しきなさん、目が見えないんですね。そうなんです。しきなさん目が見えなくて、でこの目が見えないのも普通に見えてたんですよね。ああ、40ぐらいで見えてました。見えてたんですよね。でそれが見えなくなって、それっていうのは運命だと感じたんですか。親戚、おじさんの、うん、おふくろの弟、宿命だって言われましたね。それ言われた時はちょっと、ああと思う。だから僕らが、健常者の僕らが思うのは、うん、見えてて聞こえてて、うん、感じられて当たり前の中で、うん、じゃあ、さっきの話に戻るけど、うん、スタートになるけど、うん、ラジオ、うん、ラジオなんだよね。はい。ああ、だ、目が見えない人っていうのはラジオはお友達。さっき、しげんさんから話を聞いたときに、僕がだいぶ前に話をしたのを覚えててくれたりするわけ。あ、そう。だから僕らがかん、いつも流してたところが、しげんさんたちはちゃんと、まあ、情報を得るのはそれしかないわけですよね。新聞ね、まあ、みんなが撮ってないんだけど、ラジオの方が情報が早いんですよ。すぐ、もう今起こったことがラジオで、地震とかさ、NHK なんかもう、地震が起きる前に、なんねね、これから地震起きて地震が来ますって言いますよね。本当、ラジオは情報源の一番ですよ。テレビと違いますか。だから最初に話をしたこの AM コミュニティの可能性っていうのは、大きいですよ。ここだよ。多分ここだね。僕らが感じない、僕らは見て聞いて、じゃあやってあげようみたいな思いがあったりするんだよね。はいはいはい。でそれを本当に体験でき、しているの人たちの意見っていうのが今まさにそれだと思うんで、これをまあ AM 技能のみならずね、全国のコミュニティはそこを目指してやっていくのが使命かなと。少し本当に今日来なかった、しきなさんと会わなかった、僕こんな話してなかった。あとはさ、田辺ゆきさんが、このスタジオから、空が綺麗、海が綺麗とか言われるとさ、目が見えない人からすると、で、嬉しいんですよ、情報、景色がね、見えてるように感じますよ。これは嬉しいですね。目が見えない人から、
景色が綺麗と言われる。雨降ってるとかさ、今酒飲めながらね、酒の本当に10分前に話を聞いた時に、しきなさんは、途中で目が見えなくなった。ちょっとで、で、うん、そこで自殺考えたらしい。そのぐらい落ち込みましたね、最初はね。それからで盲学校に通ったら、うん、ちっちゃい子供たちがの笑い声が聞こえたと。だいぶ助かれたね、あの子たち。学校行くのが大変に、給食が美味しくて、給食食べに行った。山内さん、はい、俺そんなの目指そう。そうですね、本当に耳で聞く情報で全てを与えられるような、そこを宜野湾は目指そうよ。で、あの盲学校の子供たち招待してるんです。そうですね、ちょっとお話上手ですが歌も上手です、楽しくワイワイするのも大事ですけど、やっぱこういうのも大事ですよね、ちょっとね、やっぱそこはどうしても日常のあれでおざなりになってしまうので、ちょっと考えていきたいですね、本当に、目指すところを。なんで、そこだけの話にはならないようにはしないといけないんだけど、今日ちょうどね、しきなさん来ていただいたんで、これがメッセージとしてね、僕らに自分が発して自分が感じるようなメッセージとして、はい、この FM をね作っていけたらなというふうに思いますんで、はい、FM 議論を聞いて私はだいぶ助けられました。ラジオはお友達、目が見えるラジオと言いますよね。本当に目が見えるラジオですよ。ありがたいね。コメントすごい来てるんですよ、この話に対して、この話をこの時間に聞けるのは価値ある放送ですと、ミッキーさんから来てます。ひふみさんはコミュニティ FM の大きな特徴は相互、相互通行ですね。相互通行だと思う、で、シュプレームさん、既存のテレビでない、既存のラジオでもない、新しいジャンルがコミュニティ FM だし議論案なんだねと来てます、すごく響くメッセージとかですね、今日も仕事頑張れそうとか来てますね。ラジオが目になることもできるんだね。これシュプレームさんのこれじゃないですかね。ラジオが目になることもできるっていう、このあれが力になります。すごい大事だな、やっぱりそういうの。すいません、はい、一般ピーポーの代表としてよろしいですか、はいはいはい、これをスペシャルに感じないようにする世の中の方が、もっと一歩踏み込んで、そうです。いや、目が見えない、耳が聞こえない、僕なんかは全てが OK、全然 OK、目が見えない人も耳が聞こえない人も全部同じ、っていう世の中を特別扱いしないってこと、ね、そう、なるほど、ね、今はまだそういう認識が足りないから、そういうそれが問題になったりするわけよね、ちょっとしたことで、なんで、っていうクエスチョンを持つ世の中じゃないのを作っていきたいな。そうだね、確かにそうですよ。だから今だからスペシャルじゃないですよ、いや、なんで、まあ失礼な言い方かもしれないんですけど、こうやって運命を背負って生まれてきました。でも僕なんかには持ってない何かを持っている、きっと持ってるはずなんです、でそのっていう世の中にしたいな。あれですね、ラジオ目が見える人も見えない人もラジオは、映像が出てこないですから、やっぱり想像するメディアだと思うんですよ、僕もね。そこはやっぱり平等、見える人も見えない人も平等に情報を受け取るのがラジオじゃないかなと思いますね、はい、平等なメディアとしてやっぱちょっと意識して、でおっしゃったようにそのスペシャルじゃない、スペシャルじゃない、普通の世の中のちょっとした、
まあまあちょっとしたなんでしょうの中で、うん、ずっと同じ状態で考えていきたいと思います。なるほど、わかりました。いやそれはね、やっぱり道歩いてて不都合なことがあるでしょう、うん、それの手助けを当たり前のようにする、うん、これが特別じゃない普通な状態、うん、でいきたいと思います。お願いします。そうですね、やっぱそういう表現とか、あとはあれですね、こっちの姿勢とかもちょっとね、もうちょい考えていきたいなと。だからこれは今浜崎さんが言ったよ、うんと、もう本当にそれがスタンダードでね、特別扱いするにしないっていうのはスタンダードの基本ってスタンダードじゃないですか。だから目の見えない人当たり前にいますよ、うん、普通ですよっていう世界ですよ。だから目の見えない人が普通に生活できますよ、それに特別なことするんですかっていうのが疑われるのがおかしいっていう世の中にならないといけないっていう。今本当に、今ね車椅子とかバリアフリーっていう言葉は結構もう浸透してきましたね。ね、でもここだけなんです。だから目に見えるものってそこだけなの。でも目に見えないところっていうのは本当に目が見えない人たちの目に見えないところをやるところが究極の当たり前になってくるのかなと。だからそこを今日本当にたまたまですよ、たまたま今日たまたまシアさんが来ていただいて、さん会長に会いに行きました。それよりもいろんな人に会えたのは会いに来たって言ってるんですけど、おかしい人ですよ多分四季屋さん。なんで僕の会いに来るでおかしいですよ。うち神さんも会いに来ないですから。なんかおかしい人です。だからそんな話ですよ。だそこでね、楽しくおかしく過ごしていけば、どうせね人間人生100年生きられないですから。100年も好きですね。坂本も歌うんですよ。しきなさん、はい、まあ、この3時25分聞いてる人もほぼほぼいないですと思いますよ。ああ、似てるかもね。常日頃、はい、うちに秘めてる思いを、うん、まずはよし、行ってみてください。じゃあ、コーナー変わるで、もう変わるでみんな。じゃあ、一回ここで曲いきますか。はい、曲いって、はい、はい、またコーナー変わりましょう。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。いや、いいなぁ。じゃあ、ちょっとツイキャストメールフェイちゃんが来てるんで、ちょっとそれ。まだ。一応、フェイちゃんの準備します。さっきからやってる。そうですね、17通目を今見てたんです、さっき。はい、ツイキャスをお聞きの皆さん、どうもありがとうございます。本当に、ね、こういう、まあ、お話も、まあ、本当はこういったラジオの可能性っていうのを語るためのテーマでしたから、はい、そうですね。いや、僕は本当にこの時間が必要だなと思ってたんですけど、急に変わりましたね、でも、はいはい、入ってみたらこんな真面目にあったっていうね。自分も音楽の流し方もっと考えきれたんですけど、はい、でもやっぱりでも急に変わったからこそスイッチが変わって皆さんちゃんと聞いていただけてるのかな。それはだ、ね、ちょうど、ね、いいタイミングだったんじゃないかなと思いますね。はい、嬉しい限りでございます。はい、ということでチェリー2人がお送りしています。はい、行ってください。早く行ってろ。チェリー2人がお送りしておりますが、今から女性がいっぱい入ってくる、はい、ちょっと、ね、今の15分ぐらいのね、はい、時間がまたちょっと元に戻りますんで、はい、すいません。先にまたわちゃわちゃし始めます。はい、皆さん、最後まで30分ぐらいですが、またお付き合いいただきたいと思います。はい、これもラジオです。はい、お願いします。大丈夫ですか。
お聴きいただいた曲は進撃のめいちゃんからのリクエストで On the Floor、ジェニファー・ロペス、フューチャリング、ピットブルでした。ここからですね、ぜひですね後半戦に参りたいと思います。ということで皆さんマイクの前で、自己紹介をお願いいたします。はい、どうぞ。私からですか。大山明子と言います。よろしくお願いします。見せるのがいいね。何にいたします。メイクというお店をやってます宜野湾主婦天満です。よろしくお願いします。ありがとうございます。ただいまの、通訳します。私は大山明子と申します。そんなのつまらないよな。じゃあフティーマーの長い長い、はい、待って、はい、からの、はい、メイクゆうこです。はい、よろしくお願いします。これ映ったのみんな。映ってますよ。はい。はい、ナンバースリー、メイクサイルです。よろしくお願いします。あ、どうぞ。あ、メイクのメグです。どうも。メイク酔っ払いはるみです。よろしくお願いします。さっきまでメイクのマキです。よろしくお願いします。すっごい聞こえる。はい、どうぞどうぞ。イスーです。ゆうかです。はい、よっしゃよっしゃ。みちるもいます。今日も結構水入れます。じゃあ、はい、この美女軍団、うん、これあの普天間が誇る美女軍団なんですよ、うん、金玉取ったんですけどね。あれ実は
実は、実は金玉、金玉取ったね。で、持ち物は僕なんかがでっかいんですよ。おー、うん、で、あの、はい、アッコママ、隣にいる方がいるじゃないですか、はいはい、チェリーボーイなんですよ。って言ったらそっちのね、はい、あのこのオレンジもチェリーボーイなんですよ。なんで女子いっぱいいるの。なんで、本当の企画はキャンちゃん、キャンって言います。キャンちゃん、はい、キャンちゃんを今日中にチェリーボーイから脱却させる。今日中にで、募集したんだけどない。それはないですよ。ないな。教授ってないな。ないですよ。えで、隣のトラ吉、トラ吉だっけ、ナルトラと言います、はい、うん、はい、もうチェリー。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、女子一番に女子もどきでね、まあそんな話もありつつ、はい、メイクさん、僕もで隣の宮平もで中村も浜崎もで今日ちょっと病気で亡くなったんだけど、浜田健二っていうもいるんだけど、よく日頃の仕事を癒してくれるお店なんですよ。で、あっこの知らない夜の世界っていう番組のコーナーがありまして、そこに、実は紹介したい店の一つなんですね。何でしょう。ただですよ、この番組スポンサーがですね、春菜創作工房中村っていうそこがスポンサーなんですよ。びっくりしますよ。月20万払ってるんですよ。マジっすか。月20万。本当かっこいい。チェリー、2に10万払ってる。そうで、あとハーバー不動産、はい、ハーバー不動産田村社長のところからも20万、40万でやってるんです、この番組。だからその2件以外はあんまりいいんだろうと いうことなんだけども、今日は本丸も来てるしね。ホルモン食堂本丸、本丸、多分ね、本丸ね、結構何回も言うんですよ。いいですね、20万嬉しいね、社長。どうだけだよ、うん、ホルモンやらってる人がいるのして負けしたらね、いい男怖だったけどな。過去形なんだ。で、だから、まあ、本丸さんからも、まあ、スポンサーに入ってもらっての、スナックよりどころ、うん、メイクさん、メイクさん、なんかもう少し新しいスポンサー、もう少しね、なんか皆さんの売り、あ、いいですね、こういうところがいいんですよ。金玉取ったけどね。ちょっと待ってください。一応本物の女子ですから皆さん、でうちの4番が今日お休みなんですよ。残念です。あ、残念ですね。まあでもね、多分白鳥姿で出てくるはずだったんですけど、残念ながら今日はもう寝てます。まあでもね、売りをぜひ、せっかくなんでね、見に来てください。売りは沖縄県各地から来てる男性陣ですよ。あこう見えて男性、あくまでも、あそうか、ゆうこりんどこから来てる。ゆうこりん海外から来てるよ。ラスベガスから来ている。さすがですね、ラスベガスね。ちょっと頭弱いからね。ユコリの隣にいるのはゼンジーの弟のもだよね。いやでも分かります。コリンしてコリンして、天国から見てるっちゅう。びっくりします。テレアさんで、隣にいるのが変な人だよね。で、そのまた後ろにいるのが広島だよね。広島で、その隣にいるのがカデナだよね。出してもらっていいですか。いろんなとだ、ね、このお店ってね、本当に素晴らしいのが、地元に満ちてるんだけど、地元の人、宜野湾が好きで集まってきてる人が多い。珍しいでしょ。注意してもらっていいですか。待っていました。
寝た。まさかの本番中で寝た。ハルミお仕事終えてきてますからね。ハルミハルミはね、横田さん、横田ハルミはお母さんは素晴らしかったんですよ。大丈夫大丈夫。余裕です。昔レストランがあって、でレストランのこのそばの一角に熱海っていう店があった。ハルミのお母さんがやってる店な。熱海。熱海。お母さんは素晴らしかったのにな。はるみ、顔をちゃんと見せれ。あの、名古屋に一緒に逃げた男が見てるかもしれんで。あ、そうですね。結構名古屋で聞いてる人多いですからね。よろしくお願いします。はい、立ちました。ですね、リスナーさんからナルトラさん、添い寝してあげてって言ってますよ。あ、起きたとこですよ、今。はい、トラさん、添い寝してあげてください。なんか疲れてるんだよ、寝かせてあげて。みんな優しいんだね。優しい。でもよ、この時間帯にラジオ聞いてる人がおかしい。いっぱいいますよ、今。みんなすごい。俺も疲れてるよ。老害に夢中って。なんかメイクとして名札守り上げたいとかっていう、こんなことやりたいとかってあったら。それはいい、リストレイト。あの、運動会したいですね。運動会。なんか地元で大運動会っていうのが、うちの4番ちょっとお休みなんですけど、それやったほうがいい。各店舗とかって言って、確かた、まあ、た店舗になっちゃうとまたね、ちょっといろいろ問題があるので、なんかチームって呼ばれて、なんか運動会、転んだ人が勝ちみたいな。ルールは何でもいいんですけど、捻挫人がね、必ず気になるけど、色愛師のちょっと夜の部でちょっと関わってる方々で、ちょっと都会でいいですね。いいじゃない。ここでですね、味噌煮込みスキーさんというリスナーさんから、夜の運動会ではないですよね。結構意味深みたいなね。はい、これはね、個人プレイでいきましょう。夜の運動会行ったらもうすごいよ、俺。あの、高谷さんはもうヒルキンだから。ヒルキンは終わった。いやいや、ヒルキンだから。いや、復活するよ、多分。昼、無理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 。早い時間。頑張れ。5時で上がってちょうだい。ヒーヒー、5時。5時上がり。朝5時会では普通だったよ。普通だったよ。いや、頑張ろう、みんなで。何よ。高谷ですね、今日裏テーマである、このキャン君の。そう。チェリー卒業。皆さんアドバイスをくれ。そうそう、アドバイスを欲しいんですよ。あと宮城らをちゃんと別れさせる。別れさせる。何ですかこれ、また重い話ですか。あの、本丸の、この宮平君、今映ってるから、はいはい、離婚10年ぐらい前に離婚してるんですけど、離婚した奥さんと一緒に住んでるんですよ。おかしいでしょ。はい。でもこれ俺いいと思う。そこに愛もないんだよ。羨ましい。上々だよ、上。何羨ましい。何を言ってる。お前が言うなよ。あの、この間鍵を忘れました。鍵を忘れました。もう鍵がないから入れない。30分ぐらいどんしてるけど開けない。1時間ぐらいにやったら、いるやし、ようやく当ててもらって、久しぶりに顔を合わせました。やばいなぁ。これ。重いよ。意味がわからない。今のな。意味がわからない。巻き戻ししてる。偽装離婚。今、追加でひふみさんから偽装離婚とコメントいただきました。ああ、なるほど。そもそも、これが存在自体が偽装だから。なんだっけ、あれ宮ちゃんっていたっけっていう。そうそんなもんだから、あの、ごめんね、こんなグダグダになって。誰のせい。俺のせい。キャン君のキャンさんの。そうそう、皆さんアドバイス欲しいんですよ。こんなしたら、もうキャン君、今チンチン出してみ。出してみ。いや、トラオ君もチンチン出してる。で、ブスじゃないでしょ。なんで、いや、あの、大きいチンチンの方から先に、あの、中丸の資本で、ここでよろしい、行こう。今から行こう。大丈夫。夜の運動会入りました。行こう。ダメですって。ダメですって。資本金あるんですか。いける。
じゃあ、じゃあって、浜崎が結構前に出してるけど、誰も気づかんみたいな。あの、今日ね今日あの、お姉さま方呼んだのは他でもないんですよ。あの、僕は普天間が好きなので、普天間を代表するお店だと思って呼んでるので、うん、ぜひあの、もっと PR、 あのお店でもいいし、普天間の良さをまず、普天間でこんなところがありますよっていうのを本丸のオーナーからもう本当にこれはね、僕はいつも野竹で仕事をしてるんですが、必ず仕事終わった後には普天間に寄ることにしてます、うん、それは普天間に魅力があるからです、うん、以上です。愛してやまないカデナです。そうです。防衛省の予算で見仕事お前これ出勤はあのオスプレイです。はい、その通りです。だからこの番組はね、普天間会趣味と入輪のバランスだから、ちょっとだけ出してもいいんだよ。いいですか。一回じゃあみんな目つぶっててもらっていいですか。ちょっとカメラ回ってます。僕ら目つぶってもね、カメラ回ってます。これは質問なくなっちゃう。一生目閉じといて、世界表情普天間最高。もうミスズは最高らしい。誰も聞いてるし、3.1 おかしいんだよ今の。ちょっとなんかもう疲れてる。もう時間がチャーマッチだったので、すいません。酔っぱらすいません。タンちゃんごめんなさい。じゃあ次の人行きましょう。おい、キャンさんお友達なんですけど。どうもお久しぶりです。はい、お久しぶり。1ヶ月ぶりですね。この前の青森のコンペの時以来ですもんね。キャンさん別に女の子に不自由しとらんと思うけん、別に大丈夫じゃないですかね。いや、それがですね、はい、お付き合いしたことがないんですよ。あ、任して。左手に見えますのがサキャンタマ。広島東洋カープの大ファンのマキさんです。このペッペケレペペはなんだっけ。お前だろということで、はい、そろそろお時間となりました。ありがとうございます。あのパート2。いやいや、違うよ。反対もいいと思いますよ、僕は。じゃあ、その代わりは何なの。ということで、僕はマイクを置きます。はい、Thank you for my hand. Thank you for my hand. Thank you for my hand. OK! よっしゃ。じゃあ、また、テーマ書いてね。話をしていきたいんで、パート2でいきましょう。パート2やりました。今度は政治経済で話すかね。はい、1時間目終わりました。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっとね、お見苦しいところを。
ツイキャスでやる。ラジオだからお目苦しいところはないです。ちゃんと映ってますので、はい、おぼおぼ、はい、ありがとうございました。お邪魔しました皆さんどうもありがとうございます。何なのこれ。今ですね、もう残り8分もあったということで、最後の締めのトークに入ってまいりますので、少々お待ちいただきたいと思います。ですね、すごい汗をかきそうな時間帯だったんですけど、ちょっと冷や汗でしたね。そうですね。いやこれはですね、緊張しますね。緊張しましたね、本当に。ちょっと今のうちにメール紹介しておきましょうかね。ですね。メイちゃんさんからメール来てますね、はい、すいませんね、2曲もリクエスト答えていただきましてありがとうございます。本当にラジオは大切だと思うので、ラジオでつながった人ばかりなので本当に嬉しく思います。だから FM ギノワンを、たまたま聞いていなかったら一生聞いてなかったはず。これからも地域&音楽のラジオステーションを目指して頑張ってほしいですということで、はい、ありがとうございます。ですね、そして20通目、こちら、新人のめいちゃんさんからこれで最後のメールにしておきます。はい、あと数時間後には起床なので、夜の運動会は今の時間帯は騒いでますよね。そして完全に忘れていますが、キャンさんのチェリーをどうすればいいのか、やはり出会いを大切にするためにキャンさん、ラジオリスナーとして参加するのはどうでしょうか。ではおやすみなさいということで、おやすみなさーい。おやすみなさーい。ありがとうございました。すごい最後までめいちゃんさん、めいちゃん、ね、ありがとう。めいちゃん20通もいただいて、はい、ありがとうございます。ありがとう。ということで、はい、間もなくですよ、はい、終わっちゃう。お時間がいやあと6分半となりました。あら、やばい。気がつけば、気がつけば意外とあっという間ですね。そうですね、早いね。ここで皆さん入れ替わりありましたので、うん、今一度自己紹介の方をお願いいたします。どっから行きます。じゃあ前前から、はい、じゃあ私毎週水曜日の4時半からやってるギノワンチュイ CG タイムのマイです。よろしくお願いします。イエーイ。じゃあ次、毎週木曜日そら豆ラジオ今週から始まりました、ゆうきです。そして4月20日に初のワンマンライブがあります。皆さん遊びに来てください。はい、社長のもつでです。はい、はい、西町で焼き鳥屋やってます。あ、焼き鳥屋のバイトやってます。燃える栄翔です。燃える栄翔、燃える栄翔。だね、はい、なんだ隠れながらね。いいよ隠れながら、大丈夫だから。そう、焼き鳥屋で店主をやっております。おお、ガムシロゾンビです。イエーイ。いいよ隠れながら。ブースの中のミクのポスターがずっと気になっている二次元に行きたいです。イエーイ。はい、アザラシは役やったマックスです。どうも。そして、チャタンからなんでかこっちに流れ着いてしまいました。毎週水曜日夜9時からフリームーンラジオで今月から喋らせていただいてます、ナルトラと言います。イエイ。ありがとうございます。そして、ミキさんを務めましたの、いや、モミさんもいますね。あ、しもいいよ、大丈夫。もみさん、ぜひぜひ。ああ、やっぱ、自己紹介して。はいはい、チブルハギの MC もみえび。あのさ、毎週水曜日、また夜9時からなるつるさんとまじも喋ってるますので、ゆたしくおにげさべる。今からまた、前なんかとまたカラオケ行きますので、よい。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてですね、本日ミキサーを務めさせていただきましたのは私、FM ギノワンのキャンでございました。まもなくあと4分ほどでこの番組終了となっております。はい、4分ですよ、もう名残惜しいですが、惜しい。オープニングもこの歌で始まりました、うん、なのでこの歌で終わりたいと思いますので、はい、DN ベイスターズ応援しながら、はい、熱き星たちををお聞きいただきます。お聞きいただきたいんですが、はい、ここでですよ、はい、この番組、うん、メインテーマ、はい、FM 地方ラジオの可能性について。はい、そうだったんだ。そうなんですよ、真面目なテーマだったの。全体の何割話せましたかね。いや、結果3時過ぎの15分17ラジオがいいってことじゃないですか。
ここはちょっとね、やっぱりリスナーの皆さんに評価していただきたいと思うんですが、はい、うん、どうだったかな。普通に普通に下ネタとかもどうやも、あ、下ネタが大事ってこと。コミュニティの強みですよね、はい、確かにね、放送コードギリギリまでもみんなで楽しめる、どこまでも行けるみんなで楽しめる。お前好きだな。何が何が下ネタとか。下ネタ、あ、好きです好きです。ここでですね、メールが最後にいつ届いております。はい、青の軍団さんから、皆さんおはようございます。おはようございます。仕事向かっている車で聞いているんだけど、もう終わり。終わりなんです。そうなんですよ、もうこれ朝まで続きましたけど、はい、夜から朝まで生テレビではなく朝まで生ラジオ。はい、そう、はい、敦子の夢は夜開くということで、はい、4時間お送りしてまいりましたが、もうあと2分半で終わっちゃいます。いやー寂しい。皆さん最後に言い残したことないですか。早物勝ちです。はい、4月20日8万万ライブちょっと遊びに来てください。ぜひお願いします。会場は一応会場も言っとる。モミさんもモミさんもモミさんもあるって。これメガネなくて。はいはい、モミさんたちミュージックドリームバラエティチャリティーライブが4月27日金曜日7時からライブハウスモッツで、入場券2000円でやります。エコさんも出ます。皆さんよろしくお願いします。私の1週間後ですよね多分。そうそうそう、皆さんどっちも1週間後、2週間ぶっ続けで2週待ちで焼き鳥屋やってます。どこかって。そう、那覇市西、はい、ショッピングセンター隣。お、住み那覇市西の西ショッピングセンター隣。隣、行きます行きます。初食べに行く。砂肝と初食べに行きます。皆さんぜひ焼き鳥お願いいたします。結構売りですね。炭火でやってます。はい。他に皆さんお伝えして忘れてることはないですか？勇気の会場も持つね。持つ。私も持つ。ですね。毎週水曜日、あ、水曜日じゃない。木曜日もそのままラジオやってます。そこにも私キャンも入っておりますね。あ、そうそう、キャンさんいるんで、はい、そこでちょっとチェリー問題追求していきたいと思ってますので、あの皆さん、よろしくお願いします。逃げられないんだ。逃がしません、絶対。え、これも楽しみで。その時まで、はい。よろしくお願いします。今日は皆さん本当に4時間という長い時間の間、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、あと30秒で終了です。はい。ツイキャスの皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。コメントも全然拾えず、大変申し訳ありません。はい、しかし、楽しんでいただけたものだと信じております。はい、はい、ありがとう。はい、チェリー問題は解決しないまま終わりますね。ということで、今後も追います。皆さん、ぜひ FM 機能をこれからもよろしくお願いいたします。ということで、はい、さようなら。さようなら。ありがとうございました。お疲れ様でした。次カラオケですか。もう延長戦はって言ってる人がいる。招き猫ですよね。延長戦、皆さん招き猫は昨日の。結局気がついた、2時間喋ってたここで、本当に。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。最後にバングラで幸せだった。熱っ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。お疲れ様でした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 。